are all are open wide are open

are open wide Are open wide Different are open wide are open wide are open wide well. are open wide are open wide different こんばんは、えー、コードリパブリック、えー、リニューアル記念イベント、爆速で成長するスタートアップの始め方をご覧いただきありがとうございます。えー、コードリパブリックの共同代表の松山と申します。コードリパブリックのハミルトンと申します。えー、今回のイベントはですね、えっと前回あの2月17日にえっとイベント予定しておったんですけども、えー、新型コロナウイルスの影響によって、えー、延期という形で、今回オンラインでの配信イベントという形で。 えー、開催させていただきたいと思っております。じゃあ早速なんですけども、えー、今日の流れ、ご紹介させていただきます。でプログラムまず、えー、コードリパウィックのプログラム紹介させていただきまして、その後挨拶で、えー、Z ホールディングスの川辺さんより、えー、冒頭挨拶ということをさせていただきます。でその後第1部卒業生公演ということで、えー、私の方から、コードリパウィックのプログラム紹介と、あと、えー、卒業生である、シッピオの佐藤さん。 ベースコネクトの国重さんから事、えー、業内容の発表させていただいて、その後、えー、Q&A をやらせていただくという流れを予定しております。でその後第2部が、えー、パネルディスカッションということで、ヘ、え、イ、ー hey、の佐藤さんお招きして、y j キャピタルの堀さんと、あ、ごめんなさい、ここ、イーストベンチャーズのバタラさんが今日ちょっと急遽欠席になってしまうんですけども、2人でのパネルディスカッションという形で開催させていただこうと思っております。で今回のイベントですね、ゲストの 皆さんへの質問もツイッターで募集しておりますのでこちらの「ハッシュタグ #CR2020SS」えー、CR SS っていうので質問をツイートいただければなと思っておりますじゃあ早速ですけども開会挨拶ということで河辺、えー、さんから今回、えー、コメントの録画映像になるんですけどもそちらをご覧いただければと思いますコードリパブリックのイベントにえー 参加いただいている皆様どうもありがとうございます Z ホールディングスの川部でございますまあ本来であればリアルのイベントだったわけですけども一連のコロナウイルス騒動で,ですねオンラインのイベントになってしまいましたけれどもまあでも大いに今日盛り上がっていただければなというふうに考えております まああの私自身が大学3年生の時これは1995年ですけれども、学生企業をして、その会社がヤフーと合併をして、今に至るという経歴ですので、皆さんに対して私は非常にシンパシーがあります、ベンチャー頑張ってもらいたいというふうに思っていますます、そのベンチャーの環境ですけれども、あ一言で言えば私は皆さん、幸せなんじゃないかなというふうに思っています別に昔話をおななりはありませんけども 私がその学生企業を始めた頃はですね、えー、VC という会社は j a クの一社しかなかったんですね、えー、それはもう今は全然違う世界になってますし、えー、あるいはアプリのプラットフォームというものがあってすぐにグローバルにサービスを提供できる、えー、あるいはエンジニアリソースがクラウド化していてそういうのを使えるそして、えー、ついにはこのコードリパブリックですもう至れり尽くせり皆さんを手取り足取りいろいろ 相談に乗ってくれるというようなプログラムですのでまあ,あの新時代の皆さんですねぜひこういう仕組みを活用して巨人の方の上に乗って我々のような昔のベンチャーができなかったような巨大な、えー、夢の実現未来の創造っていうのをぜひ力強くやっていってもらえればなというふうに考えております、えー、コードリパブリック使わない手はありません皆さん今回のイベントを通じてですねぜひ応募していただければなと思います えー、それでは、えー、今日のイベントを皆さん楽しんでくださいありがとうございましたはい、川部さんありがとうございました続きましてコードリパブリックのプログラム紹介に移らせていただきますはい、じゃあコードリパブリックのプログラム紹介は松山からさせていただきますでまずコードリパブリックなんですけども VC ・えまあ先輩起業家からのフィードバックを通じて、爆速での成長を目指す4ヶ月間のプログラムというのをえ行っております。でまあ今、現状、そのスタートアップを取り巻く環境として、ああ資金調達の企業というのも、このような形で、どんどん増加しているという形にはなっておりますけれども、じゃあ、そのシリーズ A の達成率ですね、そこでいくとえまあ20、20%という形で、やっぱり成功確率は高くないというのが現状なのかなと思っております。 で我々コードリパブリックなんですけども2016年から、えー、プログラムスタートしておりまして現在合計で21社に投資させていただいておりますであのこの後、卒業生の方にも発表いただきますけども、まあ、各社今、えー、非常に成長しているというところで時価、まあ、総額の倍率でいくと平均で7.6倍であとその卒業した後にですね追加で調達する割合っていうのも80%近いという形で、まあ、非常に好成績を上げられているのかなと思っております ただ一方ですね、やっぱりそのスタートアップ自体の,その企業が増えてくる中で成功確率が低いっていう部分は変わらないのが一般的なものと思いますので、そこを支援体制強化することによって、さらに強めていきたいなというふうに思っております。で、今回ですね、リニューアルさせていただくんですけども、一応変更点としては主に3つ変更させていただく予定です。で1つ目はでですすね、ね、私とハミルトンですねの2名が、 1000人での代表体制になるという形でここコードリパブリックにコミットして努めていきたいなというふうに思っております。でもう2点目が、えー、担当キャピタリストの増員という部分なんですけども、えー、今までのバイジャーキャピタル堀さんと EV のバタラさんというところに加えて4名ですね追加で、えー、担当キャピタリストという形で担当させていただくという形で増員させていただくというふうに考えてます。であとですね3つ目が期間固定なんですけども。 えっと、これまで年中こう常時募集しているっていう形になっていたので1月に始まった人は3か月間で3月,3月で終わって2月に始まった人は4月で終わるみたいな形になっていたんですけども今回からはあの期間固定ですねでかつ4か月間という形のプログラムにさせていただくという変更をさせていただいておりますでじゃあ実際にあのコードリパビックどういう価値を提供していくのかっていう部分で5つですね 価値を提供してていいいきたいとういうふうに思っておりますで一つ目が、えー、ファイナンスなんですけども、まあ、こちらは事業資金を得られるというところで、シードですね、採択時に、えー、700万円の投資をさせていただきますで。時価総額1億円で700万円ということで、えー、株の7%をとあの引き換えに投資をさせていただくという形でなります。でその後後ももですねプログラム終了した後も それぞれの会社の事業成長に応じて、追加投資をさせていただくというようなことをさせていただいております。で、実際にえっとこれまでの実績っていう部分でも1社あたりですね。えっと最大で6億円の追加投資をしているというような形になっております。あと2点目なんですけども、2点目ネットワークということで、まあ、会いたい人に会えるっていうあの環境を提供していきたいなというふうに思っております。 でこちらに関しては、えーまあ、国内外の VC だったり、エンジェル投資家の皆様を紹介したりというのもそうですし、あとは YJ キャピタルとイーストベンチャーズの投資先が今、合計で400社以上あるというところで、ここのスタートアップの皆様とこう紹介させていただいたりとか、交流の機会を設けたいなというふうに考えております。であと、左下にある Z ホールディングスの関連企業というところで、 あのヤフー JAPAN はじめ、一休であったりとか、ZOZO であったりとか、もろもろそのグループ企業、を我々の中でありますので、こちらの企業も紹介させていただくことによって、まあ、営業先であったりとか、提携先っていうような形で、えー、活用いただければなというふうに考えております。で3つ目がノウハウなんですけども、これはまああの成長の秘訣っていうのをあの伝えていきたいなというふうに思っております。で具体的にはですね、えっと まああのイーストベンチャーズの方がシード投資の知見が豊富ということもありますしあとはあ YJ キャピタルに関しては比較的シリーズ A 以降の投資案件が多いというところがありますのでこの両者の知見っていうのを体系化してあのキックオフでこう講義形式であの展示させていただいたりとかあとはあの毎週メンタリングをやったりとか月次のイベントっていうのを行いますのでそこを通じてこうお伝えさせていただければなというふうに考えております。 4つ目がコミュニティなんですけども、えー、こちらはですね、えっと、同時期にこう採択で、あのー、プログラムに参加する企業同士の交流もそうですしあとはあの卒業生との交流ですねでこうそういった起業家同士のしの、えー、切磋琢磨し合ったりとかあとはよく現在もそのプログラム中によく起こるんですけども例えばそのインタビューする検証するインタビューの相手をこうお互い紹介し合ったりとか営業先紹介し合ったり あとはそういうい情報交換したりというような形で、えー、まあ交流だったりお互いが成長していけるような仲間を出会える場にしていきたいなというふうに考えております。あと最後、5つ目なんですけども5つ目はですねバックオフィスということでやっぱりそのスタートアップの皆さん忙しいと思いますので、えー、事業に集中できる環境というのを提供していきたいなというふうに思っています。 1で一つ目が、えー、左上にあるような形で Yahoo!、まあ、ロッチですね、Yahoo! の、あのー、コーワーキングスペースがあるんですけども、そこに専用スペースを設けさせていただきますので、そこで、あのー、業務をしていただいたりとか、あとは Hive っていうイーストベンチャーズの、あのー、東南アジアにもこう拠点があったりしますので、ここを自由に使えるというような形で提供していきます。であと、各種ツールの提供というところで、まあ、これはあのー、よくあるやつだと思うんですけども、AWS とか。 Google クラウド、ストライプとかっていったような、えー、クラウド系のサ,あのサービスとかレンタルサーバーとかっていうのを特典価格で提供させていただきたいなと思っております。であと財務、法務のこう支援っていう部分ですねで。こちらもですね、やっぱりあの慣れないときってこうかなり手間取ってしまう部分あると思いますので BSPL の BS こう作成であったりとか、あとはホーム契約周りですね、そこの支援っていうのも僕らの方で対応させていただきたいなと思っております。であと、えー、右下の合同採用イベントなんですけども、こちらもですね、ここはちょっとまだ企画中っていう部分あるんですけども、スタートアップあのみんなでこう採用イベントを企画して、えー、採用の効率っていうのをちょっと上げていくようなことができたらなというふうに考えております。 で具体的なスケジュール内容に関しては、えーまあ、ちょうどあさってですね3月15日が締め切りという形になってるんですけどもと最初プラ、えー、エントリーしていただいてその後先行させていただきますとでプログラム開始のタイミングで初回の投資をさせていただいてでその後キックオフっていう形で先ほどの、えー、こうちょっとレクチャーだったりとかあとはその今後どういうふうにプログラム進めていきますよみたいな説明を行うキックオフをさせていただきます。 でその後と、えー、習字メンタリングというところで、一応毎週火曜日、えー、2時間ほどですね、起業を採択させていただいた起業家の皆様と、担当のキャピタリスト全員でこう、えー、フィードバックをし合う会というのを毎週行っていくという形で考えております。でその後月次発表という形で、毎月ですね、えーと、ゲストを招いて、発表とフィードバックの場というのを提供しようと思っております。でこれらを通じてですね、えー PMF をを目指していくっていいくうのを考えておりますでその後ですね最後8月前半にデモデーを開催させていただいてこれは投資家40名ほどをこうお招きして、えー、皆さんの前で発表していただいて追加調達につなげていた,いただくというような場を提供していきたいなというふうに思っておりますでこのプログラムも、えー、プログラム中で終わりというわけではなくて、えー、とアフターサポートっていう形でそこから先の追加投資であったりとか えーまあ、シリーズへ達成するまで,です、ね、の徹底支援というのを我々の方でやっていければなというふうに考えております。で実際にじゃあ,あのどんな人に来てほしいかっていう、まあ、ちょっとなんかこう上からになっちゃうかもしれないですけども求めている人物像っていうところに関してはこちらの、えー、5点ですねを考えております。で1つ目がががスケールが大きいっていいいとうううこころででれはあのやっぱり高方のもそうですし その大きな市場であったり産業っていうのをこう変えてやるぞというような思いを持った方に来ていただけたらなというふうに思っております。であと誰よりも詳しいっていう部分があるんですけどもこちらに関してはもしかすると後ほどあの堀さんからもお話あるかもしれないですけどもやっぱりそのスタートアップをやっていく中でこう徹底的に調べてあの競,合競,競合相手からもこう選ばれるような商品を作っていくっていうところでまあ,あの本当に。 他の類似企業だったり競合を徹底的に調べてユーザーを徹底的に調べてるっていうような方に来ていただけたらなというふうに思っております。であと3つ目のデータドリブンなんですけどもこちらはあのやっぱりその最初の思い込みというか仮説の段階のビジネスアイデアっていうのを、えー、しっかり検証してデータを持って検証して不確実性を排除していくってことをあのしていただけたらなと思っております。 なんでまあデータドリブンでこう意思決定していく方っていうのに来ていただけたらなというふうに思っております。であと4つ目が「爆速」なんですけども「まあ、爆速」ヤフーの,、ah、のこうスローガンみたいなのでも使ってるんですけどもとやっぱりスピーディーにこう検証を繰り返していけるような方に来ていただけたらなと。であと5つ目が「まあ、しつこい諦めない」っていうところで、まあ、最初やっぱりその最初のアイディアでこう検証してみてあのー うまくいかないであったりとかちょっと方向性が違ったねということは多分よくあることだと思いますとただやっぱりそこで諦めないで繰り返し検証を続けていくということが重要なのかなというふうに思っておりますので、まあ、このしつこさ粘り強さみたいなのを持っている方に来ていただけたらなというふうに思っております。はいということで、えっと、一応ですねあさ、えって、と日,ね、日曜の23時59分というところでもう締め <coughs> 切りすすぐという形になるんですけどもあとですね、一応ちょっとあのさ最初に今年の1月ですね、告知させていただいた際にあの募集締め切りの方3月1日という形にさせていただいてたんですけども、今回、その、えー、新型コロナウイルスの影響によって、このイベント自体をちょっと延期にさせていただいたというところで、締め切りの方も延長させていただいております。 であとですね、あのご質問結構頂い,いてたんですけども選考フローのところですねでこちらもですね一応15日締め切りで16日中にはあの書類選考の,つあの選あ審査というのをさせていただきますなので16日に結果通知させていただいてその後ちょっとすごい時間がなくて恐縮なんですけども3月19日に一次面談させていただいて23日に最終面談というちょっと2回に面談を分けさせていただこうと思ってます でその後二23日に採択通知っていう流れを考えております。なんでちょっとここの19日23日っていうの面談が発生する可能性があるということになりますのでもしご応募いただく方はここの日程をちょっとお手数なんですけども確保いただければなと思っております。で以上が、えー、CR のプログラム内容の紹介という形になるんですけども、えー、ここからはですね、えっと、実際に卒業 そししてて今活躍いるですね、1期生の執病、えー、の佐藤さん、あと2期生のベースコネクトの邦茂さんに、じゃあ現,在現状のビジネス、どういうことをやっているのかというところと、あとですね、えっと、全員でですね、ちょっと QA タイムみたいな形で、まあ、ちょっと我々の方で用意した質問であったりとか、あとツイッターの方で,で,す、ね、でもですね、えっと、質問募集しておりますので、ここの質問をこう聞いていくような時間を設けさせていただきたいなと思っております。 じゃあ早速ですが佐藤さんよろしくお願いします硬い, <laughs> 硬いですね、はい、すいません嘘みたいな緊迫感す,すごい緊張感があって、ね、多分この無観客試合でみんな慣れてないっていう、ね、そうですねあのそんな中であのすごい逆に緊張させて申し訳ないんですがじゃあちょっと佐藤さんの方から 事業内容の説明をさせてもらえればと思います。はい。お願改めま,、えー、ましてよろしくお願いします。株式会社シッピオの代表をやってる佐藤と言い,います。<っ>ありがとうございます。なだこのすごい独特のテンションですね。<laughs> はい。えっとシッピオ貿易を超えるということであの今日少しあの事業の方の説明とそれからまあちょっと途中です、ね、あのまあ簡単に僕らが C R でまあどういうことをやってきたのかっていうのを含めて少しご説明できればいいかなというふうに思っています。 はい、まああのそもそも僕らどういう会社なのかといったときに、国際貿易、国際物流の領域をま攻めているスタートアップというところです。えもう少し具体的に言うとですね、日本で最初のデジタルフォワーダーという領域の授業をやっています。でまあ、フォワーダーと聞かれてですね、まあ、このようなホーストを聞かれている、特にその IT に興味のある方たちからすると、 あまり聞いたことのない授業かもしれないんですけども皆さんが履いてらっしゃるです、ね、靴とかあとはマックの製品とかああいうもって大体日本にこう輸入されてきたものだったりとかするわけですね。で、えっとまあ、この国際物流ってすごくこうあのサプライチェーンが長いんですけど簡単に言うとまあこう 3, 3つなんだろうなプレイヤーがいて荷物を送りたいあるいは受け取りたい、まあ、こうシッパーって言われてる人たちと。 それから、えー、実際に船とか飛行機とか倉庫とかリアルなアセットを持っている、えー、キャリアとかライナーと呼ばれている人たちがいてです、ね、この間を、まあ、フォワーダーという,こう手配師みたいな人たちがあこの実際の物流の手配をとか、まあ、物流の手配だけじゃなくていろんなこう申請なんかもおまとめて一つのこうパッケージにして出しています。まあ、それはフォワーダーという授業なんですけどこの領域を、えーとですね、デジタリゼーションしていくと。 ことで、まあウェブで一通り完結できるようにしようとしているのが我々です。なので、まあデジタルフォワーダーでといったときに。 えっと僕ら自身がプロダクトの開発をしていて輸出輸入に関わる手配のまあアレンジからその一通おり貨物がどこにあるかステータスの可視化っていうところをまあ一つのダッシュボードで,できますよというところがまあ僕らの特徴でもありますであとちょっと一点よく勘違いされやすいんですが、まあ、我々決してですねサースあの貿易サースをやってるというわけではなくて実際のこの貨物の手配だとか、えっと、運送のオペレーションというところも持っているというのが非常に大きな特徴になります でまあ、そのこれまでこれすごいなんかこう急に感想的な,あのなんですかスライドは <laughs> さっき5分ぐらいで作ったので本当に許してもらいたいんですけど、まあ、これまでどういうことをやってきたのかというか、まあ、ちょっとその皆さん興味ありそうなところの話を簡単にすると,ちょっと我々は2016年の6月に会社を作っていて重複、まあ、後にです、ねえっと、コード・リパブリックの1期生と。 ことであの選んでいただいてえ3ヶ月間だったっけ？何の時はのプログラムに参加しました。で、まあ、その後デモデーなんかも経てですね。えっと会社を作ってからま1年経たないうちぐらいに。まあ5000万円のシードランドのま調達ができて、少しずつチームを作っていけたとで、えっとそこ少し飛ばしてですね。2018年の10月にま事業免許って書いてあるんですけども。 この国際物流の領域に、B2B の国際物流の領域に入っていこうと思うと、まあ、あの結構こう、なんですかね、えっと、免許系が大変で、特に我々みたいにこうなんか IT の定価を持った会社が、いわゆるこの国際物流の事業の免許を取るというのは、日本で今までなかったことだったので、まあ、結構こう苦労してですね、そこへのつなぎ資金ということでも、2018年5月にプレシリーズへの調達をやったと。でえー コードリパブリックの一期2016年の8月にあってなんと正式ローンチが2019年の1月っていうスーパー南山チームなんですけど2年半かかってえーまあえーとサービスをローンチしてこの間かな半年ぐらい前に10.6億円のシリーズへの調達が終わってまあ今少しずつ事業を伸ばしていってるところですでえとまあえと今使っていただいている会社さんでいうとまあ百数十社いてですね えと実際のお事業の国際物流の,、まあその実績という意味では30か国を超えてきているような感じになってきています。で、えーまあ、最後にその、まあ、僕らが目指してるです、ね、世界観というかビジョン・ミッションみたいなところでいくと一つはまあ貿易を超えるとでこう今までの貿易って物流があったりだとか省流があったりだとか、まあ、金流があったり。 でそこにまあ情報技術っていうものが入ってきて、まあ、こう3次元が4次元になっていくようなイメージですとで、まあ、これまでの,その皆さんがあこう貿易だとか国際物流っていうふうにこうイメージしてきたものを大きく変えていくと。 いいうことを一つ大きなビジョンにしていますでミッションのところはですね理想の物流体験を社会に実装するというふうに言ってるんですけども物流体験顧客体験とかカスタマーエクスペリエンスみたいなのがですね今まであんまり語られたことがない業界でございましてこれを、えっと、きちんと社会に、えー、皆さん使える形で実装していこうというのが、まあ、我々が掲げているミッションですで、まあ、成長でいくと今、えっと、正,規正規メンバーじゃないや 正社員25人で4カ国の国から集まっているチームですだから市販機ベースの増収率でいくと全、えっと、市販機に比べて、まあ、プラス62.8%ということで事業、まあのほうがしっかり伸びているとで累計資金調達金額、まあ、こ,れあのこれが多ければいいってもんでもないんですけど、まあ、その13億お金を、まあそのですかね、ちゃんとした都市から集めて、えー、ここまで運営をしていますで、まあ、今回のその CR でいくと YJ キャピタルさんとイストベンチャーズさんには、まあ、これまで一番最初のラウンドからですね全ラウンドフォローをしていただいていて毎回こうきちんとお金を出していただいて非常にこうなんかありがたい存在なのかなというふうに思いますで人でいうと結構こうやっぱりいろんな国から人が集まってきている、まあ、こうグローバルな事業を作っているので割とこうなんだろうなコミュニケーションを活発にやっています大体いいの僕の方からはそんな感じなんですが えっとまたなんかこう聞きたいこととかあったらですね。えっ、ー、と後ほどの Q&A の方で、えー、聞いてもらえればと思います。はい、私からは以上です。ありがとうございます。じゃここからはですね、えっと次のベースコネクトの国重さんなんですけども、えっと国重さんはあの関西の京都の企業ということで、えっと Zoom でつながせていただいてます。国重さん国。<laughs> いいですね。富士家さん、うん、聞こえますか。あ、すげえ。謝ります。ありがとうございます。じゃちょっと明日結婚式ということでと前日に大 <laughs> あの大変申し訳ないですが、よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。もう、はい、始めちゃって大丈夫ですか。はい、大丈夫です。はい。はい どうもベースコネクトの国と申します自分の方からちょっとあの会社の紹介と、まあ、コードリパブリックのちょっとのつながりみたいなところをご紹介できればなと思います。<laughs> え会社の方ですがあの京都の方にありましてで本当あのコードリパブリック参加したときは本当半分京都半分東京みたいな形で毎週行き来するみたいな形で参加してました。 設立はあの2017年なんで、今までちょうど3年ちょっとぐらいですね、スタートアップの会社になります。で、あのコードリパブリック参加してたのがちょうどこう2017年の1月からまあ3月頃で、本、ま、当、あ、こう、設立と同時にまあコードリパブリックに参加したというような形になります。で、まあ、結構従業員数が多かったりとか、なんか会社に犬とか猫がいたりとか、まあ、ちょっと変わった会社をやってます。 で一応まあ資本金とか株主とかが結構多くてですねあのまあビジネスモデル的にもこう、まあ、データベースの会社なので、まあ、結構先行投資がま必要な会社になりますなのでまあ結構資金調達をしながらあの大きくしていってるっていうようなスタートアップになりますで会社の目的としては世界中のデータをつなげることで、まあ、ダイレクトに必要な情報にアクセスできる世界を作るっていう目的でやっているスタートアップです で、まあ分野で言うと、いわゆるまあ情報検索ですね。何か調べるとか、何か知るっていうような領域に、まあイノベーションを起こしたいというようなスタートアップでして、まあ、本当こう本とか検索に次ぐまあ新しいインターフェースを作りたいというような会社になります。で、掲げているところで言うと、まあダイレクトにまあ情報にアクセスできるっていうところと、あとは誰でも安心できる、まあ知って利用できるインターネットっていうところと、 あとは AI のためのインターネットっていうのを掲げています。で、まあ、どうやってじゃあ,あのダイレクトに情報にアクセスできるような世界を作りたいかっていう、まあ、具体的なまあソリューション解決策っていうところなんですけれども、あの一応まあすごくシンプルでデータベースを作るっていうところですね。なんでこういう人が知りたい情報を集めたいわゆる百科事典のようなデータベースを作るっていうところでそれを解決しようっていうような形になります。 で一般的にこう何か知恵とか情報を保存する方法としては、まあ、いわゆるまあ自然言語ですね。皆さんもこう何か調べるってなると、ウィキペディア調べたりとか、まあ、そういう本調べたりとか、まあ、自然言語をベースにしていると思うんですけれども、うちの特徴でいうと、こういうグラフ型のまあデータベースって呼ばれるような、こうなんていうんですかね、人の概念ですね。例えば、トヨタさんっていうのは人物であるというとか、トヨタの社長はトヨタさんであるみたいな。 こういうグラフ型の構造化されたデータベースを作ることで、まあ、情報保存しているというのが特徴になります。でよくあのうちの会社、何の会社なのってよく聞かれるんですけど、まあ、そういうときにいつも答えているのがあの、まあ、データの製造業ですね。あのデータを の製造業の会社、まあ、データマニュアルハプチ、チャリングの会社っていつも言ってます。で、まあ、うちができるのは、まあ、この質の高いデータは、まあ、低コストで大規模に作るっていうのが、まあ、世界で一番できると、まあ、いう会社として、まあ、定義してまして、例えば、うちだと、多い日だとですね、1日3000件とかですね、のまあ、企業情報を、例えば作ったりするんですけど、まあ、なんで、本当こう、四季法一冊を、まあ、1日で作るぐらいの、まあ、生産能力があるっていうような形になります。 で他のこういうまあデータとかコンテンツ作っている会社との間違いでいうとこうまあテクノロジーをまあ主に活用しているっていうところがまあ大きな違いでしてこうまあ製造業だとかだとこう自動で何か作っていくっていうところはまあ結構当たり前なんですけどこういうまあいわゆるデータとかコンテンツっていうところでまあ自動でデータとかコンテンツを生成するっていうような試みをやっているような会社がなかなかなくてですねそこをやってるっていうような会社になります。 であの、まあ、何かこう知るっていうのを効率化するっていうテーマだとですね、まあ、すごくまあ領域が広くてなんでまずは B2B ですねなんで会社で何か調べるとか会社であの何か知るっていうところですねっていうところにまずフォーカスしています。 ただ B2B と B いう中でもすごくマーケットが広いんで、まあ、その中でもまずはあの法人営業ですねというところに特化して、まあ法人営業の人が会社を調べる、企業を調べる、検索するというところですね。なんで、法人営業の人向けのまあ検索エンジンというような領域で特化してやっているで具体的にまあ提供しているサービスでいうとあの、結ぶというサービスを提供しています。 まこちらが法人営業の主に新規開拓を、ね、効率化するような、まあ、法人営業向けの企業情報のデータベースになります。で特徴としてはまあ企業情報がまあ,あるというところとあとはあの営業管理の機能とかですね、まあ、それに付随するような機能を、まあ、一括でまああの提供できるというのがあの特徴になりますで。提供しているデータでいうとあの、まあ、企業情報ですねがメインで,で最近、事業所情報っていうのを提供し始めました。 でここはまあ人物データとかです、ね、あのニュース情報とかさまざ、あ、まなデータを追加予定です。で価格でいうとあの月にまあ1万5万五千円からという形で、まあ、本当個人事業主の方とかです、ね、あの営業の人がまあ1人、2人しかいないというようなまあ企業さんからあとは大手企業まであの利用できるというような価格体系になっています。 でまあ、その導入実績でいうと、直近で大体3万社超えたというような状況でして、でまあ、設立からまだ、まあ、リリースからまだ2年ちょっとぐらいなんですけれども、結構まあ導入が進んでいるというような形になります。でお客さんでいうと、結構まあ幅広いというのが特徴で、あの業種で見ても、IT とか人材コンサルというところが多いんですけれども、あのまあそれ以外のところでも結構多様な業種で利用がされています。 で本当規模で言っても、本当大手から個人、中小企業までですね、うん、あの様々ご利用いただいてます。で、他のまの事業の紹介ですと、あのまあパートナーシップ事業っていうのもやってまして、 例えば、ご存知の方多いと思うんですけど、33とかですね、あとは8とか、スピーダーというようなサービスの裏のまあ企業情報の部分ですね、というのをうちが提供してたりとか、いわゆるこう世の中のあらゆるまあサービスの、いわゆるバックエンドのまあデータ提供というのですねっていうのもやらせていただいています。最近のニュースでいうと、資金調達の方ですね、18億最近やりまして、累計でいうとまあ25億ぐらい調達しているというような形になります。 でまあ、採用採用とかもちょうど積極的にやっているのであの、ご興味ある方は、フォンデトリとかでちょっとベースコネクトを調べてもらって、ぜひこう、お願いします。以上ででですありがとととううございいましたこここかららは、ねえー、Q&A、えー、質問をあの事前に僕らの方で 準備しているものと、あとはあの今ですね、ツイッターの方で募集しているのもありますので、そちらにあのもし質問していただければ、それを踏まえて Q&A という形でやらせていただければなと思っております。これだいぶオンラインやりづらいですね。やりましょう。<laughs> <laughs> クリスさんこれこれ大丈夫ですか。聞こえてますか。あ,あ、聞こえてます。あ,すありがとうございます。じゃあお願いします。じゃあまずなんですけども、えっと。 ちょっとあの佐藤さんのさっきの,あのプレゼンにもちょっとありましたけどもそもそもこうコードリパブリックに応募したきっかけとかって何だったんですかあじゃあ佐,佐藤さんからお願いします。すはい、えっとこれ聞こえてるのコードリパブリックに多分応募したのって2016年の4月とか5月だったと思うんですけど当時まだそのこのプログラムを始められたばっかりでかなりそうなんですかねえっと大々的に。 宣伝をされていてい僕のタイムラインに流れてきたっていうの一つとあとは実はですねあの私前職時代に CVC で、えー、と投資をやってたことがあってその時に実は EV とその共同投資というかうん、うん、EV の投資先にあの入れていたことがあって、ねうんうん、バトラさんの顔も一応、まあ、存じ上げていたというところで<ー>っていうのが一つとでもう一つはやっぱりその IT に遠い産業にいたので、うん、まあなんかこうヤフーさんとか。 えっと、EV さんみたいに、まあ、この、えっと、業界に知見のある人たちと一番最初のところサポートいただきたいなと思ったのもあって、まあ、そのタイムラインに流れてきたプラス、まあ、サポートいただけそうだなっていうところでえっと応募した記憶がありますその時なんかこうその、まあ、CC と C と VC じゃなくてこうコードリパブリックを選んだのはどういう点だったんですか やっぱりそのいろんなメンターの方にまとめて会えるっていうのは結構大きいなと思って c <ー> v c でも演じる投資家でも何でもいいんですけど会う会わないってあると思うんですよね自分たちので。って言った時に、まあ、こう1人か2人会ってみて会う会わないってなかなか分からないなと思っていてまとめて会えるっていうのはこれはなんかもう効率もいいしその中から話が合う人の話を聞けばいいかなと投資思っていたんで。 まあすれは良かったのかなと思います。うん、あとはあの当時ってまだそんなにエンジェル投資とかシー CWC がガンガン出てるっていうよりは、割とそのなんだろうなこういったこうなんかえっとシードのプログラムみたいなも少なかったんで選択肢がそんなになかったっていうのもまあ一つあるかもしれないです。なるほど。ありがとうございます。うん、国重さんいかがですか。こう CR に応募したきっかけって何だったんですか。 あそうですね、自分はまあ、あのちょうど新しくあの会社を作ろうっていうタイミングがあって、まあ、その時はまはあ、たまたま本当、ツイッターかなんかでつ、うん、けて、本、ま、当、あ、気軽な気持ちで、一回ちょっと応募してみようみたいな形で、まあ、応募したというのは結構きっかけではです、ね、うんありまこれ、その時も京都にいらっしゃったんですかあそうですね、ずっと京都なんで、うん、京都ですね。 毎週東京来てって感じだったんですか。いや、あその頃はもうずっと京都にいましたね。うんえメンタリングの時はあれですよね。東京来てって感じです。メンタリングの時はそうですね。半分東京、半分京都って感じですね。うんそうですね。えっとじゃこう応募時のこうステータス、もう本当アイデアベースだったのか、こうある程度プロトタイプみたいなのがあってこうやってたのかでいうと。 どんんな感じじだったんですかじゃああ自分はもう本当構想段階レベルでしたねなんか試しにちょっといろいろ考えて作ってみたりはしたんですけどまあ全然まだプロダクトって言えるようなものはなくてまだこうそうですね構想をいろいろ試行錯誤して試しているっていう段階で,、はい、でまだ会社も作ってなかあったですね新しい佐藤さんも結構アイディア段階の時ですか アイディア段階だったし今やってる授業とは違う何だっけなあの時あの当時僕中国に駐在してて、うん、中国から戻ってきたばっかりで訪日外国人向けの免税ホニャララみたいなのをやろうとしてました、ね、全然あのその後なんだっけななんか。 旅エキスポみたいなところに当時の YGA の担当の方に連れてかれて「お前これ同じもんあるじゃないか」って言われて「すいません」みたいなちょっとピボットしようみたいなったのは覚えてますねそれ結構次の質問にもつながってくるんですけどこう応募からその今の授業までにこうなんだろうたどり着くまでにど何個ぐらいのこうアイディアをこう検討してったんですか アアイディアのど何を持ってどこまでを検討っていうのがわからないですけど、うん、うんちゃんと調べたのは3つか4つじゃないですか、ね、<ー>応募時から応募の前もなんか20個ぐらい考えてましたけど<ー>その後取ってみるとそうですね個個か4個かなえ国重さんって最初から今のこう結ぶの授業で応募した時もその授業だったんですかそっから 結構、ピボットというか、アイディア、変わってますか、はい、あそうですね、初めは芸能人のデータベース作ってたんで、<ー>なんで、<laughs> 違います、応募するぐらいは結構、ちょうどいろんな芸能人とか会社とか、はい、まあ結構いろんなデータベースを作ってたんで、うん、まあ一応、そういう応募する段階だといわゆるその情報検査とか、まあ、データベースっていうの中で、ピボットしてたみたいなイメージ。 その前だと結構また全然別なこととか、まあ、3つぐらいですかね、3つぐらい考えた上で、いったんここの、いわゆる情報検索、何か知るっていう、やりたいって決めたっていうような形ですね。今のその結ぶというか、今のまあベース,コネ,ストコネクトリストにたどり着くまでって、応募してからなんか、あー、2か月、3か月ぐらいですかね。 試行錯誤の中で、まあ、一番まあしがかりとしてまあ特別な市場だとまあ判断して一回やり始めてといですねちょっともろもろ質問はあるんですがこう CR にこう参加してこう役立ったこととかってありますかじゃあちょっと佐藤さんからはい、はい、えっと これはやっぱりその爆速っていうかやっぱスピード感はすごく役に立ったなぁと思ってますで当時一期の時はえっと確か定例のメンタリングは毎週火曜日かなんかでその後毎週金曜日に確かゲストディナーが入ってて<ー>で定例で詰められ水木で直し金曜今度 結構自信持ってゲストディナーでしゃべるとま、うん、たゲストに全然逆のことを言われて「土、はい、日月」で直し火曜に持っていくみたいなことを結構いいテンポで、まあ、結構辛かったですけどやれたのはすごくプラスになったなって結構あれですかそれによってこうそのなんだろう普通にこう一人でやっているよりはスピードアップしたって感じですかね、うん、やっぱり何ですか、ねその いいペースのペースメーカーがいる状態で走り,走り続けるみたいなあの、コーチ付きで筋トレするみたいな感じなで、よく追い込めるみたいなのも結構あった国重さんなんか、こう CR 参加して役立ったことってありますかあそうですね、まあ、自分の場合だと、まあ構社員とかはいたんですけど、いわゆるまあ共同創業者みたいな。う みたいなのが、まあ、いない段階で創業したんで、まあ、そういう意味ではやっぱり一人でまあ考えててもなかなか済まないというか、そういうまあ壁打ちの相手になってもらって、まあ多角的なまあいろんな意見を聞きながら、結構、事業のまあ構想とか、そういう進め方っていうところを結構壁打ち相手になってもらえたこう大きかったですね。うん じゃあちょっとツイッターで来てる質問でこれちょっと佐藤さんに聞きたいっていう質問なんですけどバンドでのインターンとか CVC での, <laughs>、はい、そのさっきの物産、えっと、の時の経験だったりとか、うん、そこでこう起業に生きたことってあったりしますかうん、まあ、いろいろあるんですけど多分、うん、一番ダイレクトなのは あのやっぱりいろんなパターンの投資契約書を見れたっていうのは結構特にシードとかアーリーもやってたんで当時まああの怖い契約書を巻くと怖い思いをするっていうのをすごくよく見たかなと、うん、なんで契約には結構強くなったんじゃないかなとは思います、うん、はいあとは何かなうんあとはやっぱりただまあこれも 実際やってみないと分からないですけどやっぱ正しい共同創業者とやらないと結構チームが破綻するみたいなはい。はいうん、今ちょっとそのチームの話しましたけど佐藤さんのところってこうその、えー、と前職のときのこう同期で始めているじゃないですか後輩で始めてるじゃないですか、うん、そこってやっぱりすごいなんだろうい,い,いいチームを作れたって感じですか。まあ、ちょっと僕らはまだ何も 成功してないん、ね、で、本当はいけないんですけど、<笑><笑>まあでもやっぱり出会ってからもう5年ぐらい経ちますけど、まあ、ここまで特に、そのなんだろうな、あの激しく何かで揉めたりだとか、喧嘩になったってことは一度もなくて、やっぱりお互いの目標のためにまあこう役割分担をしてやってこれてるってい意味では、あのものすごくいいえっと共同創業者と今、授業をやってるんじゃないかなというふうにはまあ思ってます、うん。ありがとうございます。 とこうちょっと戻るんですがなんかこう逆に今その、まあ、多分2年3年とかあの佐藤さんも国重さんも立ってると思うんですけども今その創業期に戻れるとしたらこうこれやっとけばよかったなとかなんかやり直したいこととかってあったりしますかじゃああそうですね。まあ、自分はもうこれが起業が業回目になるんで まあ、結構なん,ていうんですかね、そう決定的なこれっていうやつはあんまないかなと思うんですけど、うん、まああるとしたらやっぱりなん,ていうんですかね、どうしてもこう、まあ、調達とかして、まあこうまあいろいろできることがやっぱり資金を獲得したりとかすると増えてですね、こうなんていうんですかね、まあ成長をよりしようしようっていう結構意識にやっぱなっちゃって、ですかね、こっちに足ついてない状態で、まあ次のまあいろんなことをやりすぎたというか。うん 企業情報だけにまずフォするすべきなのにそういう新しいデータをいろいろちょっと作ってみたりとかリリースした機能もまずちゃんと定着してないのでどんな新しいのを作っちゃったりとかもっと一個一個のことにまあ集中してで一個一個まあ階段を上っていかなきゃいけないけど、まあ、意味でも悪い意味でも資金とかがあるとこう何ですか、ねまあ、やれちゃうみたいな。 余計なことやっちゃったりとか、まあ、エンジニアとか入れると、まあ、その採用したらこう何か仕事を任せなきゃいけないんで何て言うんですかね十分検証が済んでないような機能とかも、まあ、エンジニアがいるし<ー>実際、ね、み,みたいになってんて言うんですかね、まあ、あんまりだからそこまで価値がないところにまあちょっとトまったりとか、うん、またね資本効率が悪くなったりとかうん,なんていうんですかねやっぱりこう一個一個案外こう。 成長しなきゃいけないというところにすごいちょっととらわれてしまってなんか無駄なことがやって,みてしまったりとか地に足ついてない状態でいろいろやりすぎちゃうみたいなところがやっぱあったんで、うん、まあ次やるんだったらやっぱり何ていうんですかねもっとこう本当に必要な部分にもっとフォーカスしてで、まあ、しっかりにまあちゃんと仮説検証進んだものだけしっかりまあ投資していくみたいな感じをるみたいなさ、うん。うん系の やり方をやったかなと思いますね。フォーカスってことですね。そうですね。<ー>はい。佐藤さんありますか。創業時に戻れるとしたら、これたまに聞かれるんですけど、うん、僕はあん僕もまあ国士さんと同じで多分致命的なみたいなのは今のところはまあそこまでなくて、でやっぱりその必要なし 失敗を必要なタイミングでしたかなとは思ってるんでうん、うん、まあなんか、うん、1回目の起業としてはまあなんかあのこれはしょうがないかなと思いますと。あ一点もうちょっと一応具体的に言うと、えっと、シェアオフィスから出てった一番最初のオフィスをやっぱり狭いところを借りすぎた説っていうのがあって結構こうみんなお金大事に使おうと思って思いすぎてなんか結局。 手狭なところを借りてで借り、まあ、結果的に手狭になってしまうところを借りてしまってなんか半年ぐらいで引っ越さなきゃいけないとなると、うん、なんかそこにかけたお金も結構いろいろ無駄になるみたいなのでまあそうねあのその辺でもまあ、うん、みんな失敗すると思いますな、うんだか <laughs> <laughs> やり直せるかって言ったらやり直したいんですけど別にまあそんなもんかなって感じです。 なのでと、はい、最後にちょっとメッセージ的なところでこう、まあ、CR、まあ、もっと多分あの使い倒すとしたらこうこうどういうふうに活用したらいいよねみたいなちょっとまあアドバイス的な感じになるかもしれないですけどももしちょっとそういうメッセージが最後あれば教えてもらえないでしょうか。じゃあ佐藤さんからお願いします はいなんか僕もなんかこうこんなの言う立場にはないのかもしれないですけど、えっと、やっぱりすごく経験のあるいろんなあ業界の方が集まっていて、まあ、それは、えっと、キャピタリストっていう意味でもそうだし、まあ、メンターっていう意味でもそうだと思うんで、まあ、とにかくもうあの疑問に思ったりとか「これ最近こんな気持ちなんですけど」みたいなのを含めて、まあ、ひたすらぶつけまくるっていうのはいいんじゃないかなっていうふうに思います。やっぱりで なんか,なんかあの結構厳しい壁打ちの結果が返ってきたりだとか厳しいこと言われたりっていうのもあると思うんですけどまあ言われても23日寝れば大体忘れるんであのとにかくなんかもやもやした気持ちでやらないようにこ,うなんかこれってどうすればいいんだろうっていうのがあったらまあその期間中はこうバンバンぶつけていくっていうのがなほか他がいいんじゃないかなっていうふうにありがとうございます。じゃあ国重さん よろしいですか、はい、そうですね、自分は結構こう、まあ、コードリパブリック以外も、いくつかアクセラレーターとか、うまあサンなんですけど、コードリパブリック、まあ、一番の違いで言うと、投資、まあ、が、まあ、伴ってるっていうのが、まあ、やっぱすごく一歩特徴かなって思ってて、どうしてもやっぱり、投資とか何もない関係性だと、もうお互いこう遠慮しちゃうというか、なんていうんですかね、うん、なんか、まあここまで単にアクセラレーター参加したってだけだと。 そこまでやっぱ関係が深くないんで、うんあ,まあ、あれかなと思って,てまて投資を伴う、まあ、株主になっていただくっていうところで、まあ、ある種、切っては切れない中になった上でまで、あ、いろいろ一緒にやっていくっていうところなんで、うん、まあそういう本気でこう、まあ、いろいろ関わりやすい環境っていうのが特徴だと思いますね。そういう意味ではまあそういう関係性を生かしてまあ活用していくんだけど結構大事かなと思ってて、て、まあ、あくまで株主としてですね。 でまあ、会社によってやっぱこう必要な支援とか、まあ、やることでも全然違うのかなと思っててなので、まあ、素直にこうやってほしいことを、まあ、言うっていうのが結構大事かなと思ってて、うん、な,のでなかなかやっぱりこうなんていうんですかねこう知ってほしいことをやって今まで逆にあんまりこだわられたことはなくてコードリ l y p u b l に参加しているときも、うん、なんで例えば参加するときも結構そういう株に口に付き合ってもらったりとかあ<ー>まあ結構そういう事業計画 あとはリリースした後は結構お客さん紹介いただいたりとかで次のまあ調達の時には外しか紹介いただいたりとかまあそういうやっぱり何て言うんですかねこっちが必要なことをちゃんと言えばこう結構ほんやっていただけるっていうところはすごいあったと思うんで、うん、そういうのはもう何て言うんですかね遠慮せずにまあもう株主なんでバンバンやってほしいことを。 あのメッセンジャーでいっぱい送るみたいな、うん、そういう感じで、うん、活用すればいいんじゃないかないとうございます今後もちょっとどしどし予防はいただければと思いますのでじゃあ一応第一部ということであの佐々木さん、国重さんありがとうございましたありがとうございました。 はい続きましてヘイの佐藤さんと YJ キャピタル堀さんのパネルディスカッションに移らせていただきます。こちらお越しください。どうぞ。お願いします。出てましたね。ましたええー。す <laughs> <laughs> いません。うもうそのままやっちゃっていいんですかね。 うん大丈夫です大丈夫ですいや暗い暗くないですかなんか暗いなんかまるで日経が暴落したみたいなクラスでした。すみませんちょっとちょっと生放送が初めて過ぎちゃってまあちょっと緊張しちゃいましたね。いやそうそうよ大丈夫そう元気出していかないと。お待たせしました第一部パネルディスカッションっていうかトークですね。これあそかバタラさんがいる予定だったんですね。んですかスノボですか。 遊びやないか、はい、ち,ょちょっとパブリックでは言えないんですけどはいその子だそうですはいなるほど多分今頃ニセコかどっかで多分このだいぶ見てくれてるのかな絶対見てないですよ見てたらまたらさん見てたらあの YouTube のコメント欄にあのメッセージくださいお願いしますあと皆さんもどれどれえっと YouTube でもいいですしあとなんだっけこの「ハッシュタグ C R S S 二マル二マ S S で、えー、質問してくれたらあのスタッフがここに教えてくれますのでどん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 投稿してってくださいはいまたせしました平、えー、<noise> 株式会社代表取締社長佐藤雄介さんですよろしくお願いします。えっと爆速で成功するスタートアップの始め方っていうことで、えー、佐藤さんお越しいただいたんですけどまあちょうどなんかタイミングすごい最高だなと思いまして。 逆にね景気めっちゃゃ悪いじゃないじなですか、うん、でさっきちょっとあの佐藤さん来る前に調べてたんですけど、はい、2008年のリーマンショックの頃に、うん、直後に起業した会社どういう会社があんのかなと思って調べてたら前ですけど、まあ、2007年で、えー、っとビズリーチ、えーうん、2008年コロプラさんエアビーとかも2008年ですねあと赤坂君のエウレカも2008年。うんうん えー、めっちゃカンペ見てるじゃないですかカンペ見てます、ね、<laughs> 今思い出したような言い方で言う調べてました <laughs> 直前とあとラクスル松本さんのとこは200年あ2009年フリークアウトそ,そして2010年フリークアウトそうっすね2010年,、えーえー、と2010年当時どうでしたマーケットはいやどうでしたかねなんかこういういい時期この10年のいい時期を別に知らないからうん、うん なんか悪くなってんなみたいな例えばベンチャーの投資のエコシステムがすごい悪くなってんなっていう感じとかだからむしろ全然なかったというかそういういい頃も別になかったんで、ね、まあこんなもんかって思ってましたけどね。なんかマーケット的にはあれですかその2000まあ覚えてないかもしれないですけど 7,、はい、7年とかグーグルいたんですか、まあ、大学生ですか グーグルいた頃す、ね、Google いた頃とかと比べるとなんかこう、はい、企業ネタみたいなのを考えると、はい、景気って関係あったんですか,なんか景気悪い子ががんかチャンスあるなみたいなあったんですかいやでもなんか今みたいにその赤字で調達していけるっていう常識がほぼなかったんで、うん、まあ当然その手前でキャッシュフローが生まれるような事業アイディア、うんうん、まあそういうビズリーさんだったらやっぱまあ こう人材から始めてとかまあ途中でちょっとクーポンやってとかうん、うん、まあ何にせよ売り上げがもうすぐすぐ立つような、うん、でフリークアウトやっぱまあ広告だし、うん、一応まあ営業行きゃ数字が立つようなものが基本は前提になってたと思いますねうん、うん、コロプラもまあ最初はババさんの個人ワークで始めたものが売り上げ立ったから会社になってるんでそういう意味ではそんなに何て言うんですか、ねうん、大きなリスクを取って何かやる っっていいうももものがそんなななかったかたしれでですね例えば今景気悪いじゃないですかで、はい、上場会社も、まあ、フリーカアウトも含めあの各社も,もうわって今、はい、下がってると思うんですけど、うん、そうすると無駄な投資避けるからなんか採用しなくなるとかそうすると、まあ、ビズリストとすげえタイミングで起業したなって今思ったんですけど、うん、多分リーマンの後ってリクルートとかインテリジェンス今パーソルさんですけど、うん、すげえリストラしてた記憶あるし。 あの広告市場とかも広告企業広告を逆に抑えちゃうんじゃないかなと思ってなんでそのタイミングで広告で起業したのかなみたいなのもあるんですけど広告の中でも当然その投資の性質、うん、反則性が高いというか、うん、ほぼほぼ売上に連動する変動費化できるような広告予算というのはやっぱ切られづらい、うんうん、ら成果報酬に近いものってやっぱ削られづらいのと、うん、まあ,あと実需に近いものっていうのがやっぱ。うんうん 景気が悪くても当然残るじゃないですか。うん、で我々がやってたようなコックシステムっていうのは基本的にはそのパフォーマンスアドっていう、うん、あのほぼほぼ成果報酬に近いようなチャージモデルだったんで、うんうん、まあそういうものは別に多少悪かろうがいいよねっていう形でしたもんね。やっぱ BGM がないとなんかちょっと硬くなりますね <laughs>。<laughs> <laughs> なるほど。はい、いやなんかありますあります。例えば今だともう、うん。 いやだったら自分ここで言わずに自分で起業しちゃうよって話かもしれないですけどうん、うん、景気悪くなるそうすると企業も結構広告ジャブジャブタクシー広告とかうわってやってたかもしれないですけど、はい、なんか悪くなるとやっぱ抑えちゃうから今言ったみたいに成果,成果型の広告になるからよりなんかこう。うん ターゲティングとか成果が図れるような広告の方がこれから例えばチャンスが出てくるんですかね。まあそうですね、やっぱりそのとにかく効果がわかりやすくてリスクが低い、うん、お金を出す人のリスクが低いようなもの、うん、であとはコストカットになるもの、コストカットね。になるもので実需があるもの、うんうん、であとはやっぱりもうとにかく大きなそのマクロがあ,、うん、ある、力強いマクロがあるもの。 八九十と、G. M. O. ペイメントゲートやって増収増益ずっとやってて。モノタロウもゾゾも、エムスリも増収増益なんですよね。だから正直まあそのインターネットの成長とか、スマホの成長とか、キャッシュレスの成長とか。や別にあの不況だろうが、なんだろうが、もう世の中がそっちに動いてますっていうものは。そのマーケットの成長率で、まず下駄がはけるじゃないですか。つまりマーケット成長三十パあるなら、絶対会社も三十パーは伸びる、でそこに。 その上積みどれぐらい取れるかみたいなやり方になるんでうん、うん、やっぱりその強いマクロがあるものに乗るか、うん、って感じじゃないですか、ね、強いマクロあるものね、うん。だからやっぱキャッシュレスって僕ら足元全く数字落ちてなくてって感じですよね。うんうん、それって別にまあ今、まあ、もうちょっと実体経済傷むとどうなるかっていうのはありますけどとはいえキャッシュレスがこ,この環境パンデミックがあったからキャッシュレスが後退するってことは。 あんまないですリーマンショックが起こったからといって、うん、インターネットの伸びが止まるっていう因果関係はやっぱないのでいす、ねうん、それに乗っかってるとかやっぱ強かったし、ね、いやあのさっき調べてたやつもその、うん、リブセンス村上太一君とかってどうしてたんだろうと思ってみたら2006年なんですよね、うん、ああそうっすねで2008年ぐらいから賃貸とかも事業とか始めてで、うん、そこから上場してるってリクルートとかインテがそのリストラしてる中 ぐーっと伸びてって上場まで同じ求人広告の領域で伸びてるのってインターネットっていうとがちゃんと見てたからなのかなっていうのを話きいて,て思いましたね。なるほど。でちょっといくつかスライドの方、えー、も映してもらいたいんですけどうんとこれねご存知かもしれませんけど、うん、一番右のフェイスマッシュはまあご存知です マーク・ザッカーバーグさんがやってるフェイスブックでハーバードの大学生でこの子とこの子どっちがかわいいみたいな感じでファン投票するみたいなサービスからフェイスブック生まれたみたいな話が、うん、ありますし僕調べて初めて知ったんですけどス,スカーってこの真ん中のやつこのファイルの P2P サービスなんですけどこれウーバーの t r a v i s c a r n i k が一番最初にやってたのがファイルの P2P のサービスだったらしいんですよね。 シェアリングするっていうところから P2P でやるってところから、まあ、そのテクノロジーというかアイデアみたいなものが、まあ、あの別にトラビスの一人だけの間じゃないですけど、まあえー、と後のウ、えーバーのコンポとなるところにも役立ったっていう話はありますけど一番左のブルーボックスなんかに行くと、えー、海外の国際電話が、えー、と無料になるサービスみたいなのでハードウェア作っちゃったんですけどこれはスティーブ・ジョブズと、えーえー、とォズニアックが最初にやったってやつなんですけど、えーあのー、マック・ マッキントッシュでもないし iPhone でもなくて、まあ、結局成功したのはもっと後だったという話でこれから起業する人にメッセージでなんか最初このアイデアから誰も感想してないのかなとうう思ってて。はいはいはい じゃあなんかその最初のアイデアでうまくいかないとした場合こう何がこう成功している企業家の共通項なのかなというのがあってで今あのコード・リパブリックとかでもえまあ多分これ別にうちだけに限らずねあの世の中の投資家の皆さんがえっと企業家の皆さんに質問しているものっていうのがこの5つのものが結構代表的なものなのかなというふうに思っているんですけどこの中でなんか佐藤さん,なんか一番そのエンジェル投資とかもたくさんされていると思うんですけど。 こう一番気にしてるものもしくはこの5個の中にないものでなん,かなんか佐藤さん見てるものとかなりますかえどうだろうな僕がまあ投資する時のステージって、うん、まあコードリパブリックさんのタイミングに近くて、はい、基本的にはアイディアもまだそんなにかっちり固まってなくて、うんはい、基本的には創業者ないしは創業チームしかいないよっていうところがやっぱり多いのでそもそもこの1から5もあんまき聞かないっていうか、うん、うんっていう 感じだから、まあ、どうなんだろう。どっちかというと、さっきの質問の方に近いんですかね。うん、こっちの方ですかね。なんか。人物の方を見てるみたいな感じですか、ね。あまあ、そうですね。そうですね。この五つにあるような、なんか。性質を。持ってそうか。っていう方が、うん、性格的な。話の方が。興味が。あるかもしれないです、ね。で毎回。 こう評価するポイント変わるんですか。なんか、これどっか一個突き抜けてればいいっていう感じですか。あ、そう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 、だと思います。これ全部を同時に兼ね備えてるって言い出すと、結構。難しいし、しかも走りながらどんどんそのパーツがくっついていくっていう感じの人も。多いでんいしね。はい、まあ、一個か二個。うん。あるといいなあとかはありますかね。うん、前、あの、別のイベントで対談させてもらった時に、三番目のやつ。はい すけさんが誰も知らない事実を見つけてるって,ってなんかすげえ重要だみたいなことをおっしゃってましたので、はい、デリーの堀江君があのフードデリバリーやってた時にラーメンの汁をこぼさないでこを見つけたんですみたいな話がありましたけどなんかこう佐藤さんこの5個の中でなんかお,お気に入りとかなんかあのの企業ああれだったたななみたいなのありますあどうだろうなでもやっぱりその3番は僕が「へい」を始めた時も。 すごいこれが一番大事だったんですけど h ヘイってまあもともとあった会社2つをこう買収する形でガッチャンコしてできたんですけど、うん、その片方のあのストアーズ .jp っていうあの EC プラットフォームのこう個人とかスモールチームの人たちがまあ超簡単に EC サイト作れてタダ、うんはい、で運用できるよってやつなんですけど。はいはいお それを三本にその話を聞いてた時にすごいな、うん、三本が知ってて僕が全然知らなくて、うん、多分みんなも知らなそうで、うん、これはすごいなと思ったのが、うん、そのトラフィックが必要なくなってる、うんうん、その EC マーチャントさん売り手さんからすると、はい、トラフィックがやっぱり集客が一番、うん、大事って僕はやっぱ固定観念持ってたんですよね。はい そうだから楽天に入るし、うん、ヤフーショッピングに入るしアマゾンに入るしみたいな。でやっぱ集客が一番価値あるし、うん、そこにみんなお金払ってるし、うん、それが一番重要でしょって思ってたんですけどそのスターズと .jp は集客支援一切してないと、うん、でももう,こう3桁億円の流通がそこで勝手に生まれてて、はいはい、え集客まあストアオーナーさんがみんな頑張ってんじゃないみたいな感じだったんですよね、はい、いつもと。そんなことあるんだと思って。ト、うん、トラフィッックのの価値っていうのははインターネネビジネスする上では 特にこの本当直近まで一番重要なものだったと思うので,、うん、ですねベゾスのナプキンにもトラフィックが出て,てましたよね。基本的には今までのインターネットビジネスってトラフィックビジネスなんでこうトラフィックを取れればとか、うん、滞在時間を取れた会社がそれをお金にして買ってたんですけどそうじゃない世界線があるっていうのは。うんうんうん いつもとはそれをもう当たり前のよううに言ってていソーシャルとかもあるし、うん、個人の人たちはどんどん自分でトラフィック得られるパワーを持ってるから、うん、別に人にもらわなくてもいいんだみたいな、うん、あこれはでももしかしたらここになんかすごい大きな,なんていうんですかねオポチュニティがあるのかもしれないなと思ったので、うん、それで、A、を始めるすごいこう最初のきだからやっぱりそういうものをこう持ってる、うん、僕が全く知らないようなとかみんなも知らなそうなアングルを、うん そういう動いたから持っている、うんうん、アクションしたからもうすでに知ってるっていう人はやっぱりいいなぁと思いますかね。これせっかくだから佐藤くんもおいでよ<笑><笑>、うん。真ん中おいで。でも確かに今の話あれですけど、うん、今日まさしくフォローミーアップって出してましたけど、はい、ねあのアリモットラフィックいらないっていうかこう個人のフォロワー個人っていうかその。 インフルエンサーのフォロワーにぶら下がってる人たちからお金をこう巻き上げるうん、うん、巻き上げるっていうか稼ぐ方法だからんかそのあのアプリ自体がトラフィック持ってること自体が重要じゃないですもんねそ、ね、そうそうだから三本は結構自分が見つけたそこのこう事実を結構こすってるって感じですよね、うん、まあ違うパターンでやってるっていう感じなんでそうんうん、そう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 。やっぱ それはすごいなと思ったしまあ頭いいからからわるるってももんでなないいいすよそそのほどう頭人がわかるもんって基本的にスプレッドとかあるアービトラージができないじゃないですか、うん、頭良ければわかることやらなくてもわかることはみんなが知っちゃってるんで、うん、その競争がすごい激しくなっちゃうと思うんですけど、うんうん、アクションした人しか知らないものをアングルにしてゴリゴリっと攻めんっていくと、うん、頭いいからといってやれるわけじゃないし動けるわけじゃないんで。うん そういういいものの価値が高ですよね、うん、スプレッドとアービトラージュというのは分からない人のために分かりやすく説明しますとあの、えー、近くのコンビニでコーラが100円で売ってるとでもなんかちょっとあの手前の自販機だと50円で売ってるみたいなこれそこに50円分の差があるわけですよね。こういういの,あのアーービトラージュとか、うん スプレッドってわけけですけど売ってる場所によってその値段が違ったり,、えー、したりしたらその情報を知ってる人は得しますよね、安く手に入れることができますよね、そういうものが非常にビジネスやる上では必要だって話のちょっと今具体例でしたね、うん、ちなみに佐藤さんはあ,のあ,のあまり頭いいふうに見えないんですけど、商社は、まあ、商社有名商社入りましたけど、<laughs> その辺はどうですか <laughs> こう誰にも負けないみたいなこう自分は詳しいみたいなのはあったんですか何が え、そうさえー、っと今の授業、今の授業はテクニックうーん。やりながらこうどんなどん調べてったんですかやりながらに近いなと思っていて、うんうん、で、どうなのえっと、さっきっその、さつさんがおっしゃってたさん、はい、おっしゃったその、えっと、なんだなるべくマイクに近づいてね。あの、まあ。 やってみないとわからないこととかみんなが手を出さないことた、うん、ってか何だ何だみん頭の人たちが分かってることってなかなかスプレッドがまあ取りづらいっていうか、うん、ですよねっていう話の中で、うん、意外とこの物流はやってみて、えっと、みんなかそこに負があるのは分かっていて、うんうん、でもなんかこう固定観念とかあとはもうあまりにもなんか産業がでかすぎて絡まってて、うん、なんかみんなが諦めてる。 ところをやり始めると実はやっぱりやれるかもしれないみたいなところがまあ今やってて面白い。 ところだし、まあ、あとやっぱり、その、いろんなレギュレーション調べたりとかっていうのが、僕は結構すごく好きなんで。まあ、そういう、そういう意味で、そこ掘っていくと、まあ、なんかアルファじゃないですけど、取れるんじゃないかなって、最近は思うまあ、あとはマップ、マーケットがでかいっていうのは、結構あるんじゃないかなとは思います。ラクスルの松本さんに、ちょっと近い感じがしますね。印刷もやっぱり、その、印刷事業、インターネットの印刷事業に、真面目に取り組んでる人が。業界目当てら誰もいなくて、その瞬間に勝てると思ったって言ってましたね。うん。 なななるほどなるほほどどんかこう一発で見つけてないとかっていうのは結構さっきおっしゃってたんですけど、うん、その最初のアイディアは、まあ、評価してもねみたいな,なんか結局うまくいかないみたいな話ですけど、うん、結構あれですかこう皆さん投資先っていうのはこう何発目ぐらいでこう見つけてるかもかあ今だからそれこそアンリと僕らで投資してる会社でなんかこう 一番伸びてるなと思うところとかもやっぱ3個目のプロダクトでやっと劇的に伸び始めたっていう感じなんでまあそういうところは多い気がしますけどね。うん、であとまあやる前の予測でこうエントリーアングルが見つかるものはやっぱりみんな。 見つ,か見つけられるつまりその妄想空想上でその強いアングル見つけられるものっていうのは、うん、やっぱみんなも見つけられるので、うん、それよりはそうやって動いやってみて発見した事実にギュッと寄せていく方が、うん、なんかまあそれもハーフピボットみたいな、うん、セミピボットみたいなものの方がなんかこう強度が高いっていう感覚はその投資先を見ててもすごいあります。うん、なんか微妙にちょっと 変わるみたいな、うん、とか1回やって何か違うなと思って別のことやってたけどなんかもう1回戻ってきてやってて強いとか、うん、あの人たちがなんか割とうまくいってる気がしますね。ハーフピボットみたいな話でいくと、うん、僕らも結構経験があってですねもともとなんか貿易物貿易国際物流とりあえずサ a だみたいなので当時免許取れるかどうかも分からなかったこで。 結構最初の方苦労してですねっていうのはそもそも物流業界って利益率がそんなに高くないんでサ a ー s に投資をするとかシステムに何かちょっとでもお金を払うっていうことがほとんど成立しないとか皆さんの認識の中にない中でじゃあもう自分らで免許を取ってこのプロダクトそのものを使ってってオリジナルをやるっていうことをっていうのをやって。 お客さんがついてきて今度逆に今まで SARS 否定派だった物流会社もんかそういうのをちょっとうちでも気に出して使ってみたいんだけどみたいなこうんか一回行ってこっちから登れなかったからこっちから登っていったらんかこっちでもつながったみたいなのはあり得るかなと思います結構あと僕が個人的に好きな話というか2番目の高い目標設定って結構重要だなと思っててなんかこう。 あの蓮舫さんの話じゃないですけどナンバー2じゃいけないんですかみたいな話ですけどやっぱり目指すのは、うん、ナンバー1目指さなくちゃいけないと思ってて、うん、人間与えられてる時間っていうかこうう生まれた家は選べないけど1日の24時間はみんな平等じゃないですかその24時間をどうやって過ごすのかってで差が出てくると思うから、うん、最初から3位とか5位とかを目指しに行くよりかは絶対1位目指しに行った方がいいと思うし、うん、どうせやるならすっごいちっちゃい市場より よりかは、まあ、あの取れるマーケットシェアが同じ10%だとしたら、うん、1,000億円の10%狙えるよりかは1兆円の10%狙えにいった方がいいのかなって、うんまあ、もちろん100億円の市場で100%マーケットシェア取ればうまくいくっていうのはあると思うんですけど、うん、できる限りやっぱ高い目標を目指した方がいいのかなっていうのはあると思うんですけどこう寿司スタグラムをやらないでね 寿司人寿司桜いのことです。目視ゃないですけど、まあまあ、まあ、授業アイディアです。はい。それは冗談で。いろいろ100個ぐらい授業ネタがある中で、佐藤さんは今の疾病の授業に入るときっていうのは、両方佐藤さんだからあれだけど、物流太郎さんは今の疾病を選ぶときっていうのは、100個の中から選ぶときに市場規模とかって結構目標とかっていうのは、どういうふうに評価して選んだんですか やっぱり前職の会社が時価総額2兆円ぐらいあったんで、うん、こ,れにこれを超えれる事業がいいなと思ってた、うん、一つとであとはや,やっぱり長く事業をやることが僕はすごく好きだったのでうん、うん、5年10年かけても解けるか解けないか分かんないなみたいな領域を やりたいなと思って、で、それで見ていくと、今の授業領域の一番難しそうで。かつ、えっと、マーケットがグローバルで。で、面白いの、結構、日本にいたまんま、いろんな国から、こう引き合いがあるんですよね。そう、あるんですよ。例えば、じゃ、あオランダから日本に何かを出したいっていう人たちが。その、僕らに、ガンガン問い合せていくと、日本にいながら、他の国からの引き合いがあるっていう、結構面白いモデルで。 あとはやっぱり社会性がすごく高いっていうのはあるかなとっ、うん、やっぱりそのこれから労働人口がどんどん減っていく中で、まあ、日本ってとはいえ島国なんで,、うん、でかつ,かつその、えっと、そのロジスティックスのトランザクションって結構ずっと増えてってるんですよね、うん、っていうのはこうやっぱり貨物ってどんどんパーシャルになっていってて。うん、その B C がすごくどどんんんなんか アマゾンがあったみたいな世界でこうどんどん B2B もこうなんかジャストインタイムみたいなとが起きていてって時にトランザクションの数は伸びてやる担い手の数は減っていくじゃあここのスペースってやっぱりそのウェブとかあと自動化だとかっていうところでまあこのスペースって潰しに行けるんじゃないかなっていうのはずっと考えていてまあ,まあそうですねっていうあとはなんかこうもともと出身とかもあってまあ説明投資家とかに説明しやすい。 なっていうそのファウンダーズフィットというか、な,なんであなたがやってんのかっていうところは、結構こう、なんか、ここでやってて、この各国のレギュレーションを調べたりとか、うん、話しあの突、突破っていうか、そこをまあこうクリアしていくのは得意でしたみたいなことを話すと、やりやすかったのかなっていうところですけ。か 二歳、三、解説さん三十三歳です。三十三歳ね。うん、あれ物流太郎さん三十六ぐらい。三十六ですね。僕八歳。三十三歳。三十三歳で、確かに、バックグラウンドなくて、起業されると、ちょっとなんか、ちょっと、確かに、うってなるかもしれないですね。なんか、どうだろう。<ー>なくてもいいのかな。<ー>かどう、どうですか。このバックグラウンドとか、うん、ホワイ,イユーみたいなの、なんであなた、ユー、それやっちゃうのよみたいな、やっぱあるんですか。いや、まあ、そうっすね。そういうのがあると、長く続く。 けられるかなってうのやっぱりそのアルファの源泉のもう一個ってそのなんか待てるかというかやっぱり頭いい人って待たないんで待たないそう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 そのそうそうそそううそうそ 結局は市場成長とともに会社も大きくなっていくようなものが長期で成長し続けるセールスフォースってもう十何年ずっと CGR30% a で伸び続けてて、うん、結局これって企業のデジタル化っていうすっごい大きなトレンドにずっと乗ってるんですよ、ね、だからなんかセールスフォースって Google とかも近いんですけど2倍3倍で伸びててる時期って全然ないんですよそのもう30から50をずーっとやってるみたいな JMO ペイメントゲートウェイとかももろそうでそれって結局市場の伸びに。 合わさっていくから、うん、逆に2倍市場が伸びることってあんまなくて小さいところからこう,こうやって伸びていってるっていうのがやっぱりその長期成長してる会社にすごい共通してる分だなと思ってるので、うん、やっぱそうするとすごいいいタイミングのごく初期の市場のた立ち上がりタイミングから入って、うん、もう最初の多分5年とかマジ無みたいな状態を結構その粘り強くこう待ってるような人たちとかが割と。 こう大きくなってるような感じが。この間あれですね。あ,あのレイヤーエックスの福島さんがブログに書いてましたけど。あのなんとかす。する。そのその間、無の時はなんとかする。のの<あ>なんとかするってやつですよね。そうまあブロックチェーンとかまさにそういう、うん、こう。タイミングなんでしょうし。うんうん、そう。それはやっぱりなんか。うん、それをやるためにはそういう。 まああ根拠ががる方が、うん、評価しやすいっていう単純に別にそういうのがなくても長く続ける人はいくらでもいるんですけどただなんかそれを事前に把握するとか評価する投資家としてっていう時にはなんかそれっぽい理由がある方がそうなのかもって思っちゃうぐらいですけどね別にそれがなきゃいけないって話じゃないけどまあその福島君に聞いてくれって話かもしれないですけど何とかする力とかって何かこうどうやって。 身につけけていけばいばんですかね。これから起業する人たちとかこれからブロックチェーンありますとかこれから VR,、うん、VR やりますって言っても VR もまだデバイスはそうは言ってもねまだ,まだまだまだだと思うしリモートワーク向けのサービスありますって言っても、まあ、今回ちょっとこれだけ注目されたからだけど本当このあと市場が継続してリモートワークとかみんなが自宅でずっと仕事するようになるのかっていうと必ずしもそうじゃないと思うから何が大事なんですかね例えばまあそれこそ AI とかブロックチェーンとかの こう割と最近までのいい感じの景気だった時のセオリーって、うん、まあ受託で待って、うん、その間に汎用的な PMF を見つけて一気にスケールさせましょうっていうやつだったんですけど、うん、やっぱそこがいち早くやっぱ R&D コストがこうカットされるんで、うん、そのある種フィジビリをやりましょう、うん、POC やりましょう、うん、ハイテックで POC やりましょうみたいなオプチュニティーが結構こういうタイミングだとキュッと絞られちゃうんで。うんうんうん そうなかなかそのなんとかするのこう手段ってなんだかんだそういう法人向けにセールスベースで R&D コストをもらうとかっていうのがか新規技術を待つ時は分かりやすいんですだから新規技術に詳しくない、まあ、言い方失礼ですけど、うん、おじさんとか大企業の人,一人よりもその新規,新規技術とか新規事業領域に誰よりも詳しくなって、うん、そこでコンサルとか あの、何かシステム開発を受注し、うん。まあ、そうそう、その。そう、一応関係する、自分が本筋やりたいことと関係するところでやってたいわけじゃないですか。うん、しかも、まあ、そこが見晴らしいい場所でもあるんで、うん、進化がどう使われるかとか。うん、アダプテーションが一番そこで進むし、うん、ブランドもそこでちゃんと立ち上がるんで。うん、そういう意味では、そういう見晴らしがいい場所に行った方がいいと思うんですけど、うん、そういうのはだんだん、こう、こういうタイミングだと難しくなると思うんで。で、うん まああとはだから多少ミニマムなスケールでも垂直統合そうやってシップみたい一回こうシッみたいにされて一旦自分でまま回せるっていうのはすごい小さくうんやるとかなですかねな今なんとかするシッとかなんかサイバーセキュリティ系大変よねだってなんか一個の機能だけできてもクライアントがお金払ってくれないじゃないですか、うんはい、なんかすごいなんかウイルスサイバーセキュリティもなんか一個だけウイルス あの対応してますだって毎日新しいウイルスできてくるから全部に対応できてなかったら意味ないから、うん、結構準備期間とか必要だと思うんですけど、うん、ど,どうするんですか毎日カップ麺食ってるんですか 毎日ケバブ食ってますねケバブで結構贅沢してますねでもあと何個ケバブを食えば成功するんだろう顔がもうケバブだね何の対談なんだろう何とかする力を佐藤さん物流太郎さんはどうしてるのかなっていう何とかする力はだって家族もいるんでしょそうですね これから起業する人に対してちょっとこの覚悟できてないんだったらやんない方がいいよとかわかんないですけどいや意外とちょろいんで,で誰でもできますよみたいな話なのかいやあんまり言いたくないけど結構我慢してることとかあるんじゃないですかいや,いやでも気,気合いじゃないですかっていう最後は、うん、こうという以上でもいいかでもないですけど、まあ、ただ一緒にそれを乗り越えよう、まあ、最終的に最後は1人になってでもやんなきゃいけないことだと思うんですけど。うんうん できればやっぱり一緒に乗り越えようっていう共同創業者が一人でもいた方がまあいろんな意味で成功の角度は高まるしやっぱりこう自分どうしてもこうねまああの気力も体力も充実している時ってそのいつもいつもあるわけじゃないんでどうしてもきつい時にこうなんか代わりにやっぱりちょっとなんかこう風よけで走ってくれよみたいな人が一緒にいてこうやってこうなんか先頭交代を繰り返しながら前に進んでいけると。 割とこうなんんかかなんとかなとることは多いんじゃないかなっていうところあありますね,うん、うん、あねあの挑戦事業諦めないみたいな話ちょっとありましたけど、うんはい、そのやっぱり一人で頑張るのって本当辛つらいと思うんですよね、うん、最初のアイデアがこうヒットして PMF してガーッていくまでの間ってすっげえつらいと思うんですけどその本当共同創業のメンバーとかめちゃくちゃ大事なのかなと思うんですけどもともと同級生でしたっけたえと年齢はそうでですね同級生でまあ 会社は後輩だったんですけど、彼海外の大んです,でです、ね何。何回も起業されてますけど、共同創業者ってなんか。一人で始めようって思ってること多分一回もないと思うんですけど。一回もないですね。な、何を求めてんですか、共同創業者には。ああ、でもまあ。朗らか。朗らか。か <laughs> で、自分とまあ、と、当然持っている。うん、持ち場を。が。違える状態。で、まあ。 信頼ができる、うん、だからまあこんにちはみたいな人とは僕もやったことないというか初めま,してみたいなまもうその5年以上の付き合いがあるような人が多いですねなんかめちゃくちゃ慎重そうっすもんねゆうすけさんね全然人を信用しない心を開かないんで、うん、なかなかこうあこの人いいじゃんよし一緒にやろうよみたいなことにはやっぱあんまなんないかもしれないですねどうですか結構投資先で学生企業とかで要するに多分 信じられないぐられぐいい仲互いしますよねだって学生企業だからそうそう学生企業とか2223だったら社会人経験もないから、うん、一緒に部活やってましたか地元一緒でしたっていうだったら5年ぐらい一緒に過ごしてるかもしれないですけど、うん、多分みんな12年とか下手すると先月知り合いましたみたいな感じだと、うん、ねえ多いですか見てて。うん 若い時辛い状態を一緒に過ごしたことがある人ってほぼいないじゃないですか,かよっぽど体育会とかでがっつり部活一緒にやったとかならありますけど二、うんうん、人とも辛い状況でなんか一緒になんかを頑張りましたっていう経験ってほぼないんで、うんうん、そういう意味ではなんかしんどい時にどうなるかとかはやっぱあんまお互い分かんないですそれこそ今言ってたんですけど CR もなんかたまにファウンダーズブレイクみたいなの <laughs> ありますあります,あ,す <laughs> ありますありますす。そうっすよね。<laughs> そうですよね。ある一定の確率が起きるんじゃないかなと思いますけど、うん、確率を、まあ、みんなこれから起業する人はそ,それになりたくないと思うんですけど今からやっとくべきことって何かありますいや、どうだろうな、いやでもなんか僕の投資先だとやっぱまあ結構あるし最近もあったんですけど、うん、残った人がやっぱ毎回めちゃくちゃ強くなりますね、でもまあ2人いると1人は、あごめんなさい。 どっか行っっちゃって、て、うん、例えば株を買い戻しとか結構まあハードじゃないですか、うん、別にそれはどっちが悪いとかっていうよりは、うん、まあそういう道にそれぞれになったっていう時に、うん、その後のその社長とかもしくは社長を引き継いだとか、うん、そういう人ってうまくいってるんですよ、うん、僕の投資先だと数件あって100パーうまくぐって伸びてるんで、うん、100パーそう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 、うん、だからなんか。

今、多分、何十社も投資されてると思うんですけど、こう見てて、逆にそういう、仲違いが発生する人としない人の差って、なんか感じるものあります。ええー、でも、どうだろうな。どうだろう。いや、もう、これ、時の運じゃないですか。いや、堀さん、見てて、なんかないんですか。うん、こう今頑張れ、見てて、逆に、まあ、僕が見てて思うのは。うん、あのー、ちゃんとは、はな、会話してる人たちっていうのは。 大丈夫でなんかやっぱりこうあの会話しないでこう突然「やっぱこっちやります」とかこうなんか方針転換を朝礼誤改でしちゃうと結構「えっ昨,昨日こっちやるって言ってたよね」みたいな「んえ昨日はなんか化粧品やるって言ってたのになんで今日突然アパレルなの?」みたいな感じでこう。でももうなんか あのユスケ株主のユうスケさんと相談して決めてきたからみたいな感じでこの外の人たちとか,なんかこう決めてきてなんか中でディスカッションしてまま決めちゃったりするとなんか俺「俺,俺,俺何なの?」ってなるじゃないですかだからそういうふうにやっぱちゃんとやっぱこう中でこうコンセンサス形成するようなコミュニケーションやんなくちゃいけないんだけどやっぱり最初3人とか2人とか4人とかで起業してやってると。 毎日オフィス行って顔を合わせてるから、うん、会話してる気になっちゃって、うん、なんか実は全然会話してないみたいな、うんまあ、顔を合わせてんだけど,なるほどでそういう大事な話は全然しなくて「うん、あれ言ってなかったっけ?」みたいな感じでなんかこう気づいたらやめてるみたいなケースは、うん、あの見ててはありますけどねだ、うん、か,かもっとちゃんと普段からそういうこと話せばいいのになっていうのはありますよね。 そう被害者意識があとは拡大するケースなんか私ばっか働いてない<ー>俺ばっかなんかやってるよ系、ねねね、はよ、うん、割とよくある何、うん、かなんかその結局は役割分担が納得いってないとか、うん、例えばその,創業その持ち分比率とかが、うん、本当はしっくりきてなかったけど、うん、なんかそれが続いた後にに何かきっかけでとかっていうふうに、うん、なんか結局はだから議論が。 ちゃんとこうできててないっていっう、うん、本当おっしゃる通りのことの積み重ねで、うん、そう結果的になんかこうアンフェアとかアンバランスって感じちゃうみたいなケースは多いかな、うんうん、え例えばあのフリークアウトとかで本田さんとかと。はい 絶対もう無理本田さんもう無理無理みたいなのもうもうやめやめたみたいなのなかったんですか。うわお互いないと思いますけどね。うん、<う>言わなかったかもしれないけど。うん、そう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  <laughs> そうそうなんか腹では思ってたとしても <laughs> まあどどこにおいてこの人が必要かとかすごいと思うかっていう、うん、一応やっぱ経緯は多分お互い自分ができないことをできてるし、うん、やってるっていうのはお互い多分あったと思うんで。うん なんかそういうクリティカルなことは十年やってて一回もないですね。うん、今恋にストアズ、まあ、まあやってますけど、へ、うん、でやってますか。そこも、あの、まあ。三者とか、しっかりそこコミュニケーションできてるんですか。まあ、そうですね。やっぱり、なんかこう、ここができないっていうところは相互にそれぞれ分かっていて。うん、まあ、そういうの可愛いよねって一応思えてるし、うん、そこを自分がフォローできることが嬉しいっていう。うん、一応、スキル分散というか。うん 得意な領域の分散があるんで、うん、うん、そう助けになれたら嬉しいし、うん、まあこれできないのなんか可愛らしいよねみたいな感じに思えてるんで、そうそれはまあ大丈夫だ。そんなんでも余裕がなかったら思えないでしょ。なんかなんでこんなことできないのこの野郎みたいな。いやいやどうなんだろう。うやどうですか、ね。だってもう何人かやめてるでしょ。<laughs> 何人かはやめんやめちゃいましたね。や<め>創業メンバーで,で。創業メンバーは全員残ってますね。あ創業残ってる。はい全員残ってますね。けどだからそういう意味では。 そうですね。そういうメンバーは本当に全員残ってるなうんでもどうですかねえっとまあこれ多分難しいのはさっきスクロスしゃっ若い時とかやっぱり、うん、あの学生前後ぐらいって多分その、うん、結構我慢普通に我慢が効かないっていうか、うん、まあなんかバンバン先行きたいしみたいなただなんかこういい感じにある程度社会人だと年齢を足すと、うん、まあ こ確かにここでは僕ちょっと今のステージでは頑張ってるかもしれないけどどうせこの後僕の苦手なところってやっぱりやってきてその時にはまたちょっと負荷が変わったりとかするからまあ今は今はこれでいいしちょっとやっぱりだめな時はまあ申し訳ないって言って甘えるしかないしっていう中で何かこう持ちつ持たれつみたいになっていくのかなって気はしますけどね。 あとまあ多分そうやってなんかこう無理くりとはいえなんか関係を築こうって粘らない方がいいと思うんで、まあ爆,、ねうん、爆発したら爆発したて、そうやって強くなる人たちもたくさんいるし、うんうん、そうそうだからまあもう会わないなら仕方ないからなと思いますけど、うん、でもそっか、佐藤さんも学生企業ではないんですよ。でも学生、そう学生時代自分で、はい、うん、自分でそれは自分でや,で、ね、やってました。<ー> 孤独,孤独系です、それは。孤独系でね引き、はい、こもりでね、はい、はい、なるほどうんあと5つ目のポイントであの、やりたい授業をやるみたいなのもあって、うんうん、まあ、これ本当やりたいのみたいなあの、デリーの堀江君でいくとなんかあのフードデリバリーやってるときにマグロの解体所のデリバリーをやってたらしいんですけどや,や,や,っやってたときに、うん、ふと「俺これやりたかったのかな?っっうんな」って思って「違うな、ん」と思ってまああとまあその LINE とかも、まあ、フードデリバリー事業に参戦してきたことも一応あってでもやっぱり一旦ちょっとこれが本当にやりた事業じゃないなみたいなのもちょっと思ったみたいなのがあってあと、えー、コーチユナイテッドで埼玉の、えー、と習い事とかのマーケットプレスやった有安さんなんかはもう教育が本当好きで教育事業どうしてもやりたかったって言ってかいくつもその事業アイデアあった中でこれ自分一番こうやりたいからやったって話なんですけどまあねえ物流やりたいから。 貿易好きだからやってるんですよね。そうですね。やっぱりなんかこうすごく日本のインフラの裏側にあることをやっぱり触れてるなっていう気がしてるんで、うん、そこはまあなんか毎日楽しくテンション上げつつやってるかな？っていう実感はまあありますね。うんうん、僕はなんかあの佐藤さん、ゆうすけさん見てると前広告で今回。 決済とかコこの人特になんか別にやりたいもの定まってないのかなって見えですかなんか僕らに見えないんかこういや実はこれ裏側で俺のコスモではこうなってんだみたいなのがあるんですかマジんもないですけどつながりは。ただ別にフリークアウトはフリークアウトで技術的な関心エンジニアリングとしての関心とか数学的な興味とかっていうそれはそれでやりたい自分が突き詰めてはまれることをやってるしその。 今はヘイはどっちかっていうとそのスモールチームとか個人の人をどうやってそのソフトウェアでこう、うん、サポートできるかとか、うん、助けられるかそういう人たちのこだわりとか、うん、自己実現とか自立とかをどうやって支援できるかっていう話でもともと僕がインターネット大好きになったのってその自分の音楽の趣味がすごい偏っててインターネットのおかげでで友達がいいっぱいできたい、うん、かだから自分はインターネットの仕事しようっていうのを中学校で決めて。 そこからずっとインターネットのことばっかりやってたんですけどそうだからそういう意味ではそれはあんまり変わってないというかだから今中学校以来そういうことにこう携われててハッピーだしまあなんでやりたいことをやれてるなっていう感じはありますかねだからまあこういうコンディションになった時景気がなんかあれだねとかだからこう積極的に投資できないねとかちょっと身持ちかくやっていこうぜっていうのも別にだからそれはそれで楽しい。 全然その成長できなかったら嫌だとかやっぱ儲けるためにやろうとかなんだろう,こうベンチャーとしてギュンってなってることが面白いからやろうだとやっぱこういう,こうコンディションになると急激にやる気が剥がれていくこととかもあると思うんですけど今僕は僕でこれに関われてるのは面白いからじゃあそれは別にこう経営の仕方変えればずっとやり続けられるはずなんでそれはそれでだから楽しい何か今も全然すごいこう楽しく。 やってますね、今日はこの瞬間も、はい、ありがとうございます、うん、じゃあちょっとスタンド FM 的にちょっと野王的なノリでえっ、ー、とレターが届いてますんでちょっとレターの方をご紹介していきたいと思います <laughs> えっとどちらだあ来ました、はいえー、ペンネームは特にないんですけど「平、えー hey, 佐藤さんの注目している事業領域気になる」質問じゃないねこれね、うん「気になる」って言ってる、うん、気になるね いやでもやっぱりなんかそのちょっと冒頭でも話したように、うん、インターネットとかデジタルの仕事ってやっぱりほぼずっとトラフィックビジネスをやってきたんですよねヤフーだってそうだし、うん、楽天だってそうだし、はい、まあ直近で言えばまあメルカリとかも近いんですけど、うん、やっぱり集客こそが最大の価値であって、うん、そのリアルにあった その人っていうのをデジタルにブユンって持ってきてなんかカテゴリーを貯めてそれを広告でマネタイズしたりこうどっかに送客してマネタイズしたりとかその加盟店さんに送客する楽天さんとかだったらその田中さんに送客してマネタイズしたりとかだったんですけどやっぱりそこがもう詰まってきてつまりインターネットの成長がもう踊り場に来てるんで結局人を寄せ集めるっていうのはもう。 なんてインターネットそのものの成長が止まるともうなんていうんですかよ余分余剰がない新規で取れないんでそう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 ,そう,そうだからまあ大きい度が強いじゃんっていう話だと思うんですけどでそういう流れの中でデジタルの主戦場っていうのがやっぱトラフィックの部分からやっぱりそのバリューチェーンのもうちょっと後方、うん、オペレーションの方に移って できている。うん、何でもかんでもお客さんを送るっていうのはデジタルのビジネスだったのが、うん、メディアが主役だったものが、うん、とかマーケットプレイスが主役だったものが、うん、やっぱりそのツールとかエネイブラーみたいなもの何かのケイパビリティを提供するみたいなもの、はい、フリーとかがまあ近いと思うんですけど、うん、そういうものにやっぱり移行してきてるんで。うんその そういうい場合ってただオペレーションってそ,のそれこそ貿易事務とか貿易業務とか一つとってもそうですけどなんかインターネットってどっちかというとプラットフォームビジネスだしバーティカルアグノスティックとかニュートラルにいろんなバーティカル全部やるものとかってあったけどこうオペレーションのデジタル化というふうになるとやっぱり産業特化とかそれこそもう一個の古社 イオンさんのデジタル化をどうやって支援するかとかそういうのに特化するみたいなのに結構変わっていくのでやっぱその専門性その領域の専門性がある人たちがそのオペレーションどうやってデジタルで変えていくかっていうのをやってる部分には全般興味があるっていう感じですかねだから逆にいまだに結構メディアっぽいことを言う人もいるんですけどそこはあんまり今僕は見てないかもしれないですね。 例えばストアーズ .jp とかベースみたいなものはほぼほぼコンシューマーに対してお店のオペレーションを提供するわけじゃないですかだからああいうのはああいうので詩っぽい人にもあると思うんですけど提供する部分っていうのはとかかなあとは BPO 系ですかね。ななんんんですかていうううだろも一個の 標準化された業務をが、うん、外注する外注するコールセンターとか、はい、うーんは結構興味がありますかね。んなんで興味あるんですかうんなんかその何でもいいんですけど別に、うん、例えばシフトさんとかが、はい、あの qa のこう、うん、ある種が外注というか美容じゃないですか、はいはい、でソフトウェア デジタル化が進むとかエンタープライズソフトウェアがどん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 成,、うん、成長するっていうのはもう100%間違いなくて大企業はどんどん DX やりましょうっていうのは、はい、まあ向こう10年、はい、もうど真ん中のトレンドだと思うんですけど,ど、はい、でそうなると QA ニーズっていうのはそれ,それにこう全く追っかける形で大きくなるじゃないですか。うん 品質管理ってソフトウェアの品質管理っていうのはもうんかソフトウェアコード化複雑化すればするほど必要になるんでそれ内部でやり続けるって不可能だからコモディティだけど体制構築するのクソ難しいんで外注するっていう外注の一番わかりやすいんかコモディティだけどだるいっていうのを。 絵に描いたようにやってらっしゃっててフリーカットと同じぐらいのタイミングで上場されたんですけど時価総額も10倍ぐらい違うだからんかそういう類のものマーケットの大きなトレンドがある、うん、まあでデジタル化っていうトレンドの中で QA 以外にも結構いろいろんかあるかなと思っていてその領域は。 なんかどこも関心があるなるほど。僕も今 QAQA って Q&A だともうずっと聞いさ、あそです。そっちじゃねえなっていうね。クオリティなんですか？アシュアランスとかですかね。なんかそういう品質保証的な QA ですよ。はい。皆さん QA テストに出ますからね。いいそうです。シュアランス。なるほどね。もうそのすごい B2B けってところをすごい注目されていらっしゃるんですね。 そうっすねコンシューマーでなんかこうもう一回ドカンって爆発があるとしたらやっぱりそのツールとかメディア側が変わったりとか、うん、音声とかかどうですっ<う><声>あなんでそのさっき言ったアンリと僕らとしてる会社一応伸びてるのオーディオなんで ですよねオーディオはあると思います。えー、あれはもうメディアシフトなんで、やっぱり、はい、そう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 。オーディオはどういう系の、まあ、しゃべれる範囲ですけど、なんかどういうサービスが伸びてますか、今。まあ、で,あでも1個は当然、コミュニケーションの方ですね。はい、メディアっていうよりはコミュニケーションっぽい領域で、うんえー、伸びてますね、すごい。そういうのはある。コミュニケーション。はい、とは思います。 iPhone の2010年11年ぐらいの水準にはきてると思うのであれも不思議なもんですよねノイズキャンセリングなんて昔からソニーが出してたわけですから坊主もやってたんですけどね突然去年ですもんねそうめちゃくちゃまあ僕も使ってますけどねスタバとかで行くとなんかねみんなそうそうそう聞こえなくて店員がすごいギロって見てきますよねおめえだよみたいなマジで聞こえないからなるほどあんまりそうするとコンシューマーテックはそうですか メディアとか、まあ、なんか、中国でこれいいよねとか、なんか。アメリカでこれ。見たんだよねとか、まないですか。めっちゃ新規のものはないですね。そうやって、まあ、当然オーディオ領域とかでも。こう、日本で出てないような類のものって、うん、まあ、当然スプーンとか、クワショウみたいなやつとか。うん、もう超でかいけど、なぜか日本に全然。あんまないよね、みたいなもの、なまあ、ミラティブとかぐらいですかね。うん、そうですね。ミラティブいい、いいサービスです。もうすごい,い,いですよ。はい。そ <laughs> うん、そう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 。うんうん、どか。 レターが来てないですね,レターがね、皆さん、質問ないですか、佐藤さん、こんなライブで質問できるのないですよ、なかなか、ツイッターで質問できるかもしれませんけど、今、この場にいますからね、うんうん、質問したら答えてくれるんで、<laughs> そこにいるキャピタリストの人たち、若手キャピタリストの人たち、なんか佐藤さん、質問ありますか。こううテーーーブルコーナーなんですね、はい、あそこは じゃあニーナさんっき、えっとまあ、シフトの例を出されて、まあ、BPO の文脈のお話が出てきたんですけどコ、うんまあ、ールセンターは一つ確かにすごくコモディティだけど負担が大きいという意味ですごい専いのかなと思ったんですけど、うんうん、コールセンター以外だと、うん うん、見つけ方としては、何にあのアンテナを張ってるのいいですかなるるのなほどちょっとおあのマイクが拾えてないかもしれないんで、今の質問を繰り返しますと、まあ、先ほどシフトの話が出てきましたと、うん、でシフトの話の中で、えー、BPO がすごい伸びてるよねって話で、一、ま、つ、あえー、クオリティアシュランスの話だったりとか、えー、とコールセンターとか、そういったものが、えー、BPO の対象になっていくと思うんだけど、なんか他に BPO になりそうなものって他に何があんねんと。 それっっってててどううやって探したらいいいんでですか質問です、ねはい、まあ1個はそのこうビジネスモデルのスタンダードが変わっている領域とかで変わりそうなオペレーションを見つける例えばまあベースコネクトさんとかもそうだしそのこういわゆる s a ス s っぽいビジネスモデルが結構 真ん中というか主役に来た時ってそのザ・モデル的なオペレーションがバーッと出てくるんですけどでそういうものってまだその既存企業の中で成熟したオペレーションになってなかったりとか内しはその専門性が高かったりすると思うのでなんかそういうものを外出ししていく可能性っていうのは結構あるかなと思ってたりあとは何だろうな最近うーん。 どういうい観点で考えると面白いかな。なんかそれこそデジタルマーケティングとかも、まあ、ちょうど2019年の広告白書であのテレビ超えて一番のメディアになったわけですけどで例えば広告領域とかでもそのデジタルマーケティングの成長ってもうだんだんその一応とはいえあの ススロローダウンしてきてきいるもののグロスサイズがすごくくでかく急激にでかくなったのでやっぱオペレーションに歪みめちゃくちゃ出ててもう受けきれてないんですよねどこもそのデジタルマーケティングの運用業務っていうのが受けきれてないので,でそういうふうにな急速におお大きくなったそのオペレーションっていうところは注目できるかなと思います。であとはその コスト面っていう意味で見たときにその今よりももっとバカにでもできるようになるかっていうのも結構重要で今すでに BPO 市場として存在してるけれどもそこに発注している人月っというかその人のクオリティに対してソフトウェアエンハンスするとそのもうちょい偏差値低いやつでもできるようになるというか<ー>人件費がもうちょい低い人でもそのソフトウェアの武装をさせてあげれば 業務効率を上げられるとかをやれれば単純にその分コストカットできたりないしはその、ね、BPO 領域の難しい点ってそのディールソースっていうかクライアントソースがないっていうよりはケイパビリティを広げられないっていう問題がすごく今大きくてそこは何でもそうなんですけど割と。クライアントはもっともっっとと出したいけどその クライアントが求める基準の品質を提供し続けられるような採用をすることが例えば特に日本国内でいうとめちゃくちゃ難しかったりコールセンターとかもまさにそうなんですけどやっぱ電話したい人そんなにいないしうそうそうそうでそれをその一定レベル以上でやろうと思っても時給が2500円になっちゃいますってなるとちょっとコスト面でもこう広げづらいよねっていうものを例えばもうちょいあの経験が例えばない人。 とかでも、つまり実単価が安い人でもソフ,トソフトウェアの力で賢くしてあげたり、業務効率を品質を上げられるような支援ができるところは割とチャンスあるかなと思ってます。こ、うん、こら辺僕そのテーマで二つ三つ投資してて、どこも結構伸びてるんで、うんうんそれはなんか割とある感じです。大丈夫？あのー、ちょっと時間がもうオーバーしてるってすみません。まだまだ時間が余ってると思って。 いたんですけど、えっ、ー、と、今僕はまとめに入りますから。<laughs> 最後,<あ>最後ちょっと、はい、あのこれから起業する人に熱いエールを送って頂ければと思うんですけどえっ、ー、と、まあ、爆速で成長するための、まあ、成功するためのスタートアップの始め方ってことで佐藤さんとあの佐藤さんにお話聞きましたけど、えーまあ、最初から成功する人は、まあ、最初のアイデアで成功する人はなかなかいないよっていうのは、うん、今日お話冒頭出ましたと。なんで、まあ、3つとか5つとか人によっては10個100個かもしれないですけどやっぱりとにかく手数多く何度もチャレンジしなくちゃいけないっていうのがまず1つ。 成功するために必要なポイント1ですねで2つ目が、えー、今の話にも出てきたようにまあ、伸びる市場大事だよねっていう話があったと思いますであの 今、ものすごい不景気がやってきて、市場がえまあ株式市場クラッシュして大変なことになっちゃってるんですけど、そんな状況でもまあリーマンのえような時代を経ても、リブセンスだったりとかビズリーチだったりラクスルだったり、そういった会社はえしっかりえインターネットというし成長市場の中で、しっかりと自分たちの会社のマーケットシェアを増やしてきて、成長してきてるという話がありました。なんでで伸びるる市場ににベッドすすすといいいうううのはすごい大事だここね特 景気の時だから不景気の時だからこそ伸びる市場何なのかっていうところを、えー、しっかり見渡そうと。で今だと、えー、先ほど出てきたキーワードの一つとして DX、えー、っていったものがあって、えー、いろんな産業においてもうインターネットがもうしんもうコンシューマーインターネットがすごい浸透しちゃったと。で今大企業のところにインターネットがこれから浸透していくってところでデジタルトランスフォーメーションっていうのが起きてると。なんでそこにはすごいたくさんの新しいビジネスチャンスがあるって話が出ました。 えー、昨年アップルが出した i r p o d s のおかげで、えー、ノイキャン使って、えー、みんな仕事中とか通勤途中に音声コンテンツを楽しむ機会が非常に増えてきたところで音声のマーケットっていうのもこれからやっぱり伸びていくってことはこれから衰退するってことは多分ないと思うんですよね。なんでそうういいっった市市場場伸びる市場っていうのは 探せば必ずあるんでしっかりそういったものを捉えてそのなマーケットで戦っていこう,こうっていう話が2つ目のポイント。で3つ目のポイントとしては、えー、お二人の話になりましたけどやっぱ諦めない何度も挑戦する好きなマーケットに、えー、好きなことやっていくっていうのはすごい大事だと思うんですけど、まあ、僕は今日お話聞いててすごい大事だなと思ったのはやっぱりまあ何度も何度も失敗して最初の間でうまくいかないんでそういう時に諦めないで続けていけるチームメンバーしっかりと見つけてまあ 朗らかに楽しく、えー、苦難を乗り越えていくっていうのはすごい重要な、えー、ポイントなんじゃないかなというふうに思いました。はいということで、えー、私はこんな感じでまとめましたけど最後、えー、大先輩ヘイ、えー、佐藤祐介さんからちょっと、えー、皆さんに、えー、<ー>メッセージをお願いします。どうだろう。まあもうこういつ起こるかいつ起こるかみたいなクラッシュが、うん、あまあそうある意味やっと来てくれたんでまあいつか起こるならもう、はい なんかさっさと終わらせちゃっった方がいいよねっていうのもあって、はい、で,、ねはい、で僕まあんかそのこのタイミングでいろいろ考えてなんか資本をバンバン分厚くできるようなタイミングって実は結構経営の難易度って。 高くてお金ある種いろんなオポチュニティー見えるしなんかいろいろやりたくなっちゃういろいろやることを求められるし、うん、顧客体験顧客価値の創造と急成長っていうのを同時に実現しろって言われているようなものなわけですよねそれってまあむずいんですよ結構 <laughs> ねそのそう同時にやるっても結構難しくてで今はもうそのでもそれってそういうその 好景気の時ってそういうコンディションで競合もバリバリお金使ってくるし、そうなるとシェアを落とさないためには、競合が使ってる分のお金は自分たちも投資しないといけないよね。とかっていう風になってくるわけですよ。やっぱシェアが落ちるっていうのは、もう本当に死を意味するので、やっぱり人が使うなら使わないといけない。だからそういう意味です。ごく経営難易度は上が逆に言うと上がってたのかなと思うんですけど。 今ってもうお客さん喜んでもらうことに集中するしかないんでそれ以外のことできないし競争って意味でも他社もお金使わないからだったらお客,お客さんを一番見れてその中で一番タイムリーに一番真空ようなプロダクトの改善をやり続けられる会社が結局はその長期的にはうまくいくと思ってて僕もだから本当に去年のその年末ぐらいにその。 危ないシナリオの事業計画つまりクラッシュが来た時の事業計画を聞いてたんですけど、うん、それをちょっとなんか作りながらだんだんこうもやが晴れてきたような感じというか、うん、あれなんか結局これクラッシュしなくてもこのプラン採用した方がいいかもなって思えるぐらいに、うん、なんかフォーカスができるような感じがしてきたんですよね。我々もそそれこそ イ y j トベンチャーズさんのおかげであの大規模な調達を実現できたんですけど、はい、やっぱそこそれがある中でとか競争もある中で他社もお金使ってくる中でって言ってやっぱ結構いろんなこう差配とかをしながらいろいろ複雑なことを考えてたのが、うん、とにかくもうクリアになったんで、うん、結構すがすがしい気分で今。 なんかこのクラッシュを迎えられていていですねそういう意味ではなんかやることは,はっきりするんでこう今起業するトライするっていうのはなんか資本市場の心配とか調達の心配とか皆さんあると思うんですけど、うん、まあ結局お客さんの方向き合っててお客さんが評価してくれてたり愛着持ってくれてれば、まあ、それこそコードリパブリックだったり YJC さんイーストベンチャーズさんとかは、まあ、お金出してくれると思うんで。シンプルに なったのかなと。だからなんかこう前向きに楽しくやっていくのがいいんじゃないかと思います。はいはい、ありがとうございます。じゃあ、えー、佐藤さんに、えー、貴重なお時間いただいた両両、えー、佐藤さんに、えー、盛大な拍手をお願いします。ありがとうござ,ざ、えー、YJ キャプテンもイーストベンチャーズもたくさんお金が余ってます。たくさん待ってますんで <laughs> す<い>たくさんばらまきます。んなんで、えーいいね、コードリパブリック応募締め切り2020年3月15日 11時59分ということなんで、えー、我こそはという起業家の方は、えー、ぜひ、えー、この機会にご応募してください。はい、では、えー、本日はありがとうございました。最後に、えー、と告知が松山さんからそということで、募集してますのでよろしくお願いします。であと、えー、一応ですね、アンケートを最後、えー、ツイッターの方で募集しておりまして、すいませんツイッターの CodeRepublic の公式アカウントのところに固定で。 固定ツイートで貼っつけてありますので、そちらのアンケートにご回答いただければと思います。一応、あの毎月、ですねあの、最新のユニコーンのリストっていうのをあのまとめておりますので、公式アカウントフォローいただいて、アンケート回答いただいて、ツイートリツイートいただいた方に、えー、そちらのリストを送付させていただきたいと思います。はははい、いい。いで本日あありりががととううごござざままししした。た。人寂 <laughs>